本日も始まりましたグルーズ TV。 はい、ということでね、女性3人ね、はい、美人さん3人でね、さっきも言いましたけど、本当にあのね、ごめんね、おっさん1人混じってて、すみません、よろしくお願いいたします。入れちゃいされて抜けてもいいよ。抜けましょうか。じゃない、違う。そうだな、すごいと思う。まあ、イメチェンは明日、イメチェンになるのかな。とりあえず髪は切りました。なんか写真とは違う。そうです ね、うん、ね、本当にね、写真ちょっとなんかダンディーな感じ。そう、おっちゃんみたいだよね、あれね、本当に。すごい良いのかなと思ったら。そうね、やっぱりね、爽やかがね、受けがいいらしい、うん、どうも、こういう業界は特に思うんです、僕も。でも役とかで切ったんですか。いや、そういうわけでもない。とにかくもう重たいと思ったから。で、俺2ブロックにしてるのね、今もこれ2ついってるんだけど。あ、本当だ。あのね、2ブロックってね、伸びてくるとこうポンってなっちゃうの。そう、それがね、なんかポコってなっちゃって、この間メイクさんに怒られちゃったね。自分でもできますよね。そう、まあ、その2ブロックのところはね、自分でもやる方いらっしゃいますよとは言ってたけど、まあ、どっちにしても重たかったからね、すいきました、とてもいいと思います。ありがとうございます。あのね、このね、ちょっとね、ちょっと若返ったんじゃない。うん、はい、ということですね、はい、自己紹介の方していきましょうか。はい、本日も MC やらせていただきます、森田です。ド S なのに M が好き、大好き、森田です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、でも考えてこいって言われたから。そうだよ。はい、はい、ということですね、はい、すいません。はい、今日はお気に入りのニューデイズのつくねおにぎりを食べてきました、食いしん坊グラドルの吹もつみやびです。よろしくお願いします。マスターの MC です。はい、よろしくお願いいたします。みなみちゃんはね、もう常連さんですね。よろしくお願いいたします。はい、続きまして、はい、銚子電鉄公認銚子電鉄応援タレント鉄道グラドルの小島みつみです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。そして、はい、はじめまして、いつも道に迷ってばっかりの迷子シンガーって最近言ってます。はい、迷子シンガーこと、キョロこと伊藤舞です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。で、この4人でお届けしようと思います。よろしくお願いいたしますということでですね、考えてきたよ、みやびちゃん。これはやったよ。あ、嘘、はい、見てなかった。そう、ド S なのに M から始まる森田です。なるほど、ね、いいね。もうゴリゴリパクっていくよ。で、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたしますね。本当に女性ね、可愛い子3人でもうね、おじさんどうしよう。ね、ね、みんなどうする、本当にね。そうしてますね。ちょっとね、本当にね、前から言ってんだけどね、初めての女の子とはね、目を合わせられない。今日2人とも初めて。ね、本当にやめて、本当にやめてください。2人とも初めて。そうです。あのね、チラッとしか見れないですね。本当に、だから今日ね、みやびちゃんとよく目が合うと思う。そうなんですよ。こっちもちゃんと見てくださいね。チラッとは見る、チラッとは見る、チラッと。そんなシーンでしたっけ。あのね、違うんですよ。あのね、なんていうんですかね、仕事とかで、役とかに入ってる時だったらガンガンできるんだけど、そのね、森田武宏でいる時に、あのね、初めての女の子と現場とかだったらもちろんやるよ。失礼に当たるからね。なんか、まあ、ここ現場なんだけど、あのね、こういう雑談だったらさ、なんていうの、そのなんかその、そう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 、だそれが出るのを見られるのが恥ずかしいっていうね。はいね。そして僕は最近ね、あのね、ごめんね、俺の話ばっかりで、あのね、子育て奮闘記をしてるんです。あ、僕自分のことじゃないんですよ。あの姉夫婦の子供、甥っ子姪っ子がいるんですけど、まあ、昨日かな、一昨日かな、急に帰ってきて、で、ね、昨日なんかね、その姪っ子がそのテイラー・スウィフトが好きなのよ。ライブがあるから、その東京ドームに行ったのね、お父さんお母さんと、その お姉ちゃんだから姪っ子さんね、行ったのね。ってことは甥っ子が一人余るわけだ。さあ誰が面倒見るってことになって、俺が見るんだけど、あのね、大変だよ子育てて、って本当に思う。いやマジで俺ね、一日だけでヘロヘロになったもん。いやマジでこれ本当に思う。マジで本当に世の中のお父さんお母さん尊敬します。あれ本当にすごい。こういうね、あの見た目だからだよ。あの、ね、デビルの時はねダメなんだと思うよ、多分。最初はね、公園行って遊んだりとかして、ちゃうのよ。だから、お父さんと姪っ子さん、ね、だから僕の姉、だからその奥さんの方はもう先に行っちゃってて、ね、2人が一
くんだけど、それに一緒に行くってついて行って、で、なんだろう、ずっとこう手歩いているんだけど、途中からお父さんとそのメイクちゃんがいなくなって、そのそっからもうギャン泣きよね、本当に、うん、もうね、大変、ねえねえ、まあまあ、ばあばあってずっと言ってるから、誘拐したみたいですよ。何歳なんですか？ね、2歳。あ、2歳か、じゃあかわいい。そう、本当に。一番かわいい時。そうなんだけどね、本当にね、泣き始めると本当にね、止まらないから、本当にだからもうだから公園連れて行ってあやして、で俺一人じゃ無理だから、そのね前から言ってたの、おかんちょっとマジ来いって言っておかんも呼び寄せて、でおかんに途中から渡したで俺は途中からディズニー見せてあげたりとか、なんかそんなことをしてたけど、いやマジで大変だよ子育てって思った、マジで本当に、いやマジでね本当に。だから本当はね、だからもうちょっとね、今日とかもね撮影があったんですけど、ここでね、新しいねアーモンドさんっていうブランドを取り扱うことになったから、それの一応モデルで僕が撮ってたんだけど、それにもっと早く来いって、ね、プロデューサーから言われたんだけど、あの、ね、今日ね店長だよそう、あのね言われたんですけど、僕ねその子守りをしなきゃいけない時ってあんまりね自由が利かないんですよ。そう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 なんですよ。だからまあだからそのなんて言うんだろうな、ごめんなさいって言ったけど、なんかね、なんか俺お父さんになったのかなってね、いう感じだったよ、マジで、ね、結婚願望とかあります？結婚願望あります。おー、子供が好きなんです。子供大好きで、好きだから友達の子供、やっぱそれが友達の子供の、うん、なんかおもりを担当させられることが多くて、そんなに疲れそうですもんね。なんか精神年齢がほぼほぼ一緒だったよねいやでも実際さ、ほぼさんとかでいそうだよね。いそうです、ね、すごい言われます、先生っぽいね、それは言われるかもね、本当にそれは思った、ね、でもね、あ、うん、いいよ、うん、私、全くないんですよ。あ、ほんと、願望は全くない、あんまり子供はそんなにみたいな。あー、すごい、なるほどね、子供は得意じゃない。へぇー、なんかこう、こう、引いちゃうっていうか、引いちゃう。あー、なるほどね。何考えてるかわからない。なんかすごいうまく絡みに行くっていう言い方あれだけど、なんかすごいうまくわーっていける人がすごいなと思っていつも、ね、見てる、ね、すごい子供に人見知りになる。変に気使っちゃうのかな、多分ね。みやべちゃん、俺聞いたことねえもん、そういえば。私ですか？でも、ルルパも好きだからね。そう、私、子供に結構好かれるタイプ。はい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 、昔、中学の頃の職業体験で保育園の先生。ああ、そうなんだ。で、うん、すごい、バーってわちゃわちゃして。へぇー。でも、結婚願望ないです。ああ、そうなんだね。やっぱね、人と共存するの難しそう。ねえ、本当に。いや、でもね、俺ね、よくね、みやべちゃんのショールームに、この間ね、言ってたんだけど、あのね、違う、自分のその犬たちに対する接し方がもう子供に対する接し方だからちょっと面白いんだよね。怒る時めっちゃ配信中なのにめっちゃ怒りますからね。そう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 、配信だ、そう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 、あ、もうそこでやっちゃダメって本当に言うからで、あの、そのね、子供たちもだからその犬たちも、あのね、本当にね、メスとオスなんだけどね、本当にね、本当に男の子と女の子みたいなの、マジで。で、でも犬はね、子供みたいなもんですからね。そうですね、だから、その、女の子の方はずっとみやみちゃんのここにいるの。で、男の子はずっと走り回ってないな、なんかそんな感じだよね。それやめてみたいな感じで言ってる感じが、もうなんか、お母さんみたいな、本当にね。ね、本当に、それは思った、マジで。ね、はい、ということで、じゃあ、そのコメントの方がね、いっぱい来てるのね。紹介していきましょう。はい、みーちゃん、おつみーちゃん、セクシーって来てますね。ありがとう。みーちゃん、おつみーちゃん、セクシー、こんばんは、こんばんみ、こんばんは、来てますね。はい、こんばんみって人は大体なんか私の界隈かもしれない。あ、そうなんですね。なんか、はい、1割ぐらいちゃんとこんばんみって言うんですよ。あ、そうなんですね。あれ、最初言ったの大木さんだよね、確かね。あの、ビビるの大木さん。ああ、そうか。確か言い出したね、確かね、こんばんみってね。はい、みやべちゃん来てますね。チェキさんの分、みーちゃんって来てる。ありがとう。うん、ね、はい。私はたまにこんばんみーって言われる。みーちゃんだね。あ、なるほど、みーちゃんだね。たーくん、たーくんって来てますね。はい。たーくんはもういいよね。もうこの説明はいいよね。ね、もう本当にもうね。アーカイブ見てください。アーカイブ見てください。もうね、俺何回説明してるかっていうぐらい説明してるから。たーくん、みーちゃんでやってるよ。はい、そうですね。はい、ね。そんな感じですね。はい、バシバシバシって来てますね。はい。アイドルクリエーション、みちみさんって聞いてね。はい、私、今、アイドル活動を最近始めまして。おう、そう、私、リ
リアルスクールアイドルアイデミュレーションですって言ってもかわいいね、アイドル好きだもんね私なんかアイドルをやると思わなくて私最近アイドル始めましたって言うとみんなからアイドルじゃなかったの、あ、マジで、なんか自分ではアイドルのつもりで仕事してなくて、おーおーおー、使って踊らなかったから、あー、なるほど、もうがっつり歌って踊る系になったってことね。そうそう、うん、一応あの皆さんのその一番のそのお仕事として多いのはグラビアアイドルなんですか、そういうわけですか、グラビアですね。私は鉄道系のあのお仕事が、あー、なるほどね。でシンガーですよね。私ライブが多いです。そうですね、ライブですよね。っていうだからね、一応ね、だからそのジャンルは別々なんだけど、なんかね共演したことがあるんでしょ。そう、そう、ね、そうだよね、うん、それを聞いてね思ったんだけどね。ゆうちゃんは舞台で、舞台で、舞台で、舞台と、あと今シモムのレクラー、2人とも同じ番組で、あ、そっかそっかそっか、そう、はい、そうなんですね、シモタイフムさんね。もう一回見てください。ゆうちゃんは一回近代モアちゃんのレクラー大会で一緒に、そうね、本当にだからね、繋がりが俺だけねはぶられてる気がする。そうね、俳優さんです、はい、役者です、役者やってます。はいね、前の方はみーちゃんも一緒って言ってますよ。あれ、そうです、そうだっけ、はい、私結構喫水の迷子マジで、そうなんだ、そうなんだ、仲間です。ちょっと待って、ちょっと迷子っていう人に聞きたいんだけど、迷子の人ってあのね、うん、お部屋の片付けとかも苦手っていう人が多いらしいんだけど、どうなんだろう。アマゾンのボールだらけですか。私も割と迷子になりやすいんです。改札の外からは一切サポート外なので、はい、改札外からもう地図が読めないんです。あ、マジですか。だから基本は集合はあの改札集合で、改札は何口っても指定するんです。なるほどね。なるほどね。そうね。そうね。でも迷子だね。迷子ですね。いつもお部屋。ちゃんは本当に迷子だと思う。いや、本当に、な、本当になんだろう、まともについたことはないです。マジですか。そうない、今日ちゃんと、あ、そう、ちょっと待ち合わせて。なるほどね。みやみちゃんもそうなの。私は今、何も、え、声ちっちゃ、どうした声ちっちゃ、どうした。あの、誰が一番部屋がやばいか、見に行くみんなで。皆さんは結構綺麗。あ、でも友達に、あの実家にいた時も上京してからも友達がいつも片付けてくれてたので。なるほど、これじゃいいの、捨てるからねって言って捨ててもらってます。友達に。あ、なるほどね。でも自分で自分で捨てられないけど、他人のだとポンポン捨てられる。あ、なるほどね。私とかに片付けてもらったら絶対いい。なるほどね。あ、これを見てる片付けできないあなたもきっと友達がやってくれると思います。CM か。なるほどね。俺ね、迷子にはならない、絶対。一回通った道は絶対忘れないし。すごいですね。まあ、通った道でもパンクーズ巻いてるから、それ拾ってきて。そういうわけではないんだけどね。なんだろうね、ここ見たことあるっていうのね、ある。なんか車の運転とかしてるとそうかもしれない。あ、確かに、でもバイクだから、バイクで通った道は覚えます。そうだね、うん、そう。車の運転しだからかな、俺も結構迷わなくなったの。うん、なんかここはここで、ここでここはあそこであそこに繋がるなとか、そういうのをね、うん、あとね、道のこととか、その車のその運転の仕方とかをその教習所以外で先輩に教わったんだけど、その先輩の教え方が、いや、道はどその方向さえ合ってればどこかしらで繋がるっていうふうに言われたから、そういう感じで僕はやってるうちになんか思っちゃいましたね。空は繋がってるみたいな。そうそう、結局あの方向だけ合ってれば絶対そこにたどり着くからって言ってたからね。安全運転。俺結構安全運転、ほんとに。なんか春田さんが運転するのあんまり想像できない。ほんと？うん、ね、あのね、実はね、今日ね、あのね、うちのそのお兄さんたちが、まあ帰ってきてるんだけど、今それがね、実家の車で帰ってきたの。だから今日ね、車で来ようかなって思ってたの。で、その後ドライブでもしよっかなって思ってたんだけど、でもね、あの、使うみたいです。使わせてもらえなかったです。すみませんね、本当に。まあ、それだったらね、別にね、なんかどっかの最寄りの駅まで送ってあげるよっていうことができたのにねっていうね、本当に。お願いします。はいね、人見知りなのに MC ってうるせえ。人見知りなんですか。人見知りというか、なんだろうね。だからその初めての女の子と目合わさない。そう、そこなんですよ。照れてる。ダークン照れてる。違うぞ。いや、マジで、あのね、あ
のね、慣れてくると別に全然目見て喋れるんだけど、あのね、慣れないと本当にね、チラッチラッとしか見れない。ちょっと目泳いでたよね、今ね。もうね、だから美人な人とかいるとね、本当にチラッと見て、あ、美人だなってとこってすってもね。コメントにも森田さん、今日爽やかで来てるんですけど、爽やかだし、シャイだし、なんかちょっと今日好感度上げてきてますね。いや、違う違う違う。違う、それはない、それはない、大丈夫。でもね、今日ね、このメンバーだったらね、塾ができると思うので、あのね、塾もね、できると思うので、そうなったら、俺の本性が分かると思うよ。俺、ド S なので、そうそうそう。服のサイズとかですか？違います。あのね、服のサイズ、ド S って言われるの。超ちっちゃいやつ。超ちっちゃい、超ちっちゃいやつね。SSS サイズ。ちっちゃ。なので、もうね、最近デリカって呼ばれてるんですよ。そう、デビルになるので、笑い方がね。本当に。僕はね、毎回言ってるんですけど、その、可愛いセリフ、まあ簡単に言えば森田塾っていうのは、あの恥ずかしいセリフを女の子に言ってもらいましょうのコーナーなんだけど、8時からなんだけど、そう、それなんだけど、あのね、なんだろう、その恥ずかしがってるセリフを言ってる女の子が好きなわけじゃないんだよ。それを言った後にこんなこと言ったことないって崩れ落ちてる女の子を見るのが好きなの。なんか微妙な違いがあるんですか？そうなんですよ。なんかもういやーってなって顔が赤くなってる女の子って一番可愛いよね。ね、本当に。本当に。頑張ろう。そう、それはね、あのね、本当に思うんです。でね、僕それをか、そのコーナーになるともうね、笑い方がね、2トンぐらい上がるんですよ。そのせいでデビルって呼ばれてます。それが、はいね、で、恥ずかしくなったら女の子ってこうやってやるじゃない、ね、え、何言ってんの、外して外してって言うのがね。そうそう、外してみてっていうね、そういうのがね、いいんだよね。緊張する。はいね、なんかたった今その話を聞いたから、はい、今日急に決まったので、ね、そうね、うん、ね、させていただくことが決まったので、うん、実は内容全く知らずにそう、ね、まさかそんな企画が。そうなんですよ、実はね、こういう企画をやってて、でもね、本当にね、これね、評判が良くて、いや、もうね、認めるけど、俺も好きですけど、俺も好きですけど、やっぱりね、好きなんですよ、皆さんね。本当に。ね。で、その時、まあ、後でも言うけど、あのね、お客さんに向けての大好きだよっていう感じじゃなくて、ガチでやってっていつも言ってるんだけど。あなたに向けてもね。そう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 。本気のやつをやってっていうのね。で、森田塾って言われてるゆえんは、俺が演出をつけるんです。こうやって、こうやってって言うから、あの塾って言われるようになりました。いや、楽しみですね。あ、可愛い。ね、まあ、慣れてきたでしょ、もうね。私はあちらで見させて。あのね、みやべちゃん、鳥だからね。ね、本当にね、はい。自分の子供だと大変だけど、癒されることが多い。さ、確かにね、あの子供ね、癒されるんです。そうですね。癒されるんですけど、でもね、大変。本当に大変。マジで、あのね、おとなしくしてて遊んでる時ってすごいなんかキャッキャできるんですけど、もう泣き始めた時が一番大変。本当に大変なのよ、女の子って大変だね。女の子なんだ。ね、いや、女の子、男の子ね、そっちは男の子だけど、だからその基本的にその子供と一緒にいるのって女の人の方が多いじゃない。だからそういうのって、だからもう子育てとかって、だからノイローゼになる人とか本当にそうなんだなってなるよ、本当に。うん、ずっとつきっぱなしであれをやらなきゃいけないってなったら俺も頭おかしくなりそうだもん。マジで。まあまあ、でもあの自分の子供だったら、でもやっぱ違うんだろうね。どうなんだろうね。自分の子供は可愛いって言いますよね。そうね、言うてね、想像できない。想像できない。なんか自分がもう一人いるみたいになっちゃう。ああ、なるほどね。精神年齢が近いって思っちゃうから。そう、なんか逆にだから、その異性の親の方がその可愛がるっていうね。だからお父さんがその娘を可愛がって、お母さんが息子を可愛がるみたいなのがあるよね。だからマザコンっていうのが増えてくるんですけどね。ね、そうなんだ。はいね。私保育士の資格持ってます、達子さん。お、達子さん。すごいね。本当だ、すごい。そうなんですね。すげえ。みやちゃん結婚してください。あのね、プロポーズされてるよ。ありがとう。プロポーズされてるよ。プロポーズされてる。はい。ソーファンさんって。そうですね。ソーファンさん。ソーファンさんだ。おさんごさん、はい。自分の子供が生まれるまでは子供が苦手だった。あ、そうなんだね。俺もね、そうなの。だから、めいっ子いっ子が生まれるまでは、あの、新幹線とかでギャーギャー言ってたりとかするとうるせえなって思ったりとかしたんだけど、あのね、おいっ子めいっ子が生まれて、そういう風に子守りをして始めて、本当に思うのが、あの、わーって泣き始めて、わー元気だねってなる。そうそうそう、なる。やっぱりね、身近に子供ができるとね、変わる。それは思う。
ね、ほんとに。みーちゃんは気持ちがけだからね。気持ちがけだチェキというか。恥ずかしいじゃないですか。ピュアなのかな。ピュア、ピュアなのでしょ。かわいい。あ、みーちゃんにもプロポーズが来てますね。みーちゃん結婚してくださいって言ってもね。私めちゃめちゃお金かかるけど大丈夫です。電車賃だけで月14万ぐらいかかるんですよ。いや、マジで、ね、すごいね。いやね、あの本当にあの結婚をするのは全然いいんですけど、お金かかりますよ、大丈夫です。リアルだって。食費がかかります。そうだ。すごいね、お金かかるって、それをね、自分から言えるっていうのがすごいよね。ね、それだけ本当になんか覚悟して結婚してほしいなって思う。かっこいい。ね、本当にね、それはそうかもね。アイドキュレーシー担当ですか。そう、シー担当で、あのうちそのメンバーが7人から8人ぐらいいるんですけど、はいはいはい、あのみんな、ペタンコなんですよ。私だけ猫切って。俺はどう反応してるのか。それは、あ、そうなのと言われないで。それはそうなの。みんな大体緊張するから、ね、みんなの、うん、緊張して、それをこうほぐすためにみんな私のおっぱいをちょんちょん触ってくる。いや、なるほど。あのね、そういうこと言うとプロデューサーが俺に対して、あのほら見てるよ見てるよとか言ってくるようになるから、あのね、やめようやめよう。このおっぱいを触るとちょっと安心する。安心しましたね。あ、本当。なるほどね。あのあれでしょ、だからそのうずくまりたい女の子ばっかりの子で言うのもなんだけど、その男の子たちがあのちょっとなんか遊びで急所触ったりとかするような感じでしょ。違うんですよ。違うんですよ。違うんですよ。癒し、癒し、そう、癒し、それはちょっと、ね、あれかな、だからやっぱり子供の時にそういう思い出があるのかな。そういうのじゃないんですよ。そういうのじゃないんだ。そういうのじゃないんだ。なんだね、あのぽよぽよって。そう、私が、私すごいクッションポテなんですよ。おクッション、いろんなベッ、いろんなクッションをベッドに置いてクッションで寝てるんですけど、はい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 、なんかそれの類です、私は。ああ、クッションみたいな。いや、あ、なるほどね。いやでもね、本当にね、でもさっき言って思い出したけど、あのね、まあ、ちょっとね、子育ての話になる、今あの奮闘中だからね、言うけど、あのね、男の子ってやっぱりママで、ずっとママの後ついて歩くんだよね。で、あのね、ずっと乳離れが遅かったりとかするの。でも女の子ってね、結構ね、なんだろう、やっぱり女の子の方が強いんだと思う。うん、本当に。俺ね、その姪っ子がちっちゃい時も知ってるけど、そんなに手がかからなかった気がするもん、やっぱり。男の子の方が甘えん坊なのかな、多分ね、っていうのはある。すごく思う、それは。ね、大西さん。え大西さん、だって2人とも男の子ですもんね。ね、本当にね、そうなんですよ。ってことは森田さんも甘えん坊だったな。いや、俺どうなんだろうね、自分で覚えてないから、物心ついてないから。まあでも、どっちかっていうと姉ちゃんについて回ってた感じじゃない。あ、どっちかっていうと、うん、いじめられながらも姉ちゃんについて歩いてた感じ。あ、やっぱりいじめられながらもついてきて。やっぱそうなんですよ。そう、一番近いところにいるし、その他人との距離とは違う距離があるじゃない、うん、お姉ちゃんで。だから姉ちゃんの後ろにいつも隠れてた感じかな。怖い。そう、で、いつも手繋いでここら辺にアイスクリーム受けたり。超可愛い。そう、あのね、本当にね、口元が緩かったんです。だから、あのね、よだれすげえ垂らしてたらしいよ、俺は。なんかね、そういう話は聞いたことはある。ね、うん、でも写真で見たよ、赤の。そう、赤のちょっとしたダウンみたいなのを姉ちゃんが着てて、青のちょっとしたダウンみたいなの着て、こうやって手つないで、ここに足ついてる写真が一応ね、うちの実家にあったと思う、多分。うん、俺こんなだったのって思ったけど。その写真であってツイッターに上がる。いや、上がらない。上がらない。ダメです。恥ずかしい、恥ずかしい。兄弟がいらっしゃるんですか。あ、私の兄弟がいます。おー、こちらが下がいます。あ、下。あ、でもお姉さんっぽい。お姉ちゃんっぽい。お姉ちゃんっぽいね、本当に。え、弟ですか。妹はいるんですけど。なるほどね。なんかちょっとタイプと全く真逆で、そもそも妹ギャルなんです。へね。1週間後に、あの新品のファンデーション貸したんですよ、うん、1週間後にあの底が見えた状態で帰ってきて、すごいね。どんななの。めっちゃ塗ってるみたい。めっちゃ塗ってるんだろうね。ギャルのすごいね。マジか。あ、すごい。私の妹。妹か。でも
らいにいる。へぇー、大人っぽく、うん、なんかそうなんですよね。なんか私の周りも妹がいる人の方が、妹の方がなんか大人っぽくなるパターン。へぇ、妹さんたちはタレント活動するの？してないです、全然してないです。最近多いよね、兄弟でさ、可愛い子出てくるみたいな多いね。兄弟で、あの、広瀬姉妹とかアイドルとかされてる。ああ、いるいるいる、双子とかいますよね。そう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 、広瀬すずちゃんと姉妹とかね、うん、あとは道端三兄弟とかね、なんかそれ結構なんか最近多いよね、なんか多いね。みやびちゃんは俺は知ってるけど弟がいるんですよ。ね、だよね。まあ全然多分芸能とか興味ない。最近なんかちょっとツイッター見てくれてるらしくて。あ、ほんと頑張ってって言ってくれてます。あ、ほんと。でもじゃあ多分ね、そうだと思うんだけど、後ろついてきてたでしょ、弟。そうですね、すっごくいじめてて、一回すごい、これは反省してるんですけど、もうすっごいついてきてくれるんですよ、やっぱり。あの、ちっちゃいから。もう、もう鬱陶しくなっちゃって、カンカンを投げつけたんですよ。そしたら、顔にクリーンヒットしちゃって、鼻血が両方からバーって出て、それでも嫌いにならずに、ね、今でも仲良くしてくれる弟ってすごい。悪いところ、本当仲悪いからね。うん、俺とこの仲は良いね。良い。一緒に、あの、最近はもう子供できたし、うん、旦那さんいるからないけど、まだ結婚する前とかは一緒に買い物行ってたりとかしてたしね。おお、うん、なんか仲いいと一緒に出かけますよね。そうそう、出かけるし、あとね、単純にね、あのね、まあマイナス面としては、お姉ちゃんがいる男のマイナス面としては、なよなよしてる男が多かったりとかするんだけど、プラス…最近でもなよなよしてないですね。そう、あのね、一緒におままごととかしてました。してた、やらされてた。やらされてたよ、やらされてた。すごいやらされてた。仲良し仲良しとか、そう、本当に、あのね、だから、あの、俺と、あの、まあなんか二人なんですけど、兄弟は。で、もう一人いとこがいて、よくね、うちに遊びに来てたんですよ。で、あの、ずっと一緒にいたから、三兄弟みたいな感じだったんですよ。で、俺と、その、もう一人の男の、その、まあ、お兄ちゃんみたいないとこがいるんですけど、そのお兄ちゃんみたいな人は、基本的に、姉ちゃんの言うことは絶対なので、あの、姉ちゃんがやろって言ったら、もう、やるしかなかった。で、俺たちは、あの、仮面ライダーとか、ごっこがやりたかったりとかするんだけど、でも、姉ちゃんがやろって言ったら、もう、はいって言ってね。喜んで、確かに、ほんと2分で、そうね、あと2分で、そうなんですよ。ヤフーショッピングライブもそうですね、はい。コメントもバーッと読んで、バーッと読んじゃう、バーッと読んじゃう、はい、お願いします。みーちゃんはルーポフォン選手で片付けないでねって来てますよ。はい、グルーズ、グルーズ TV、オタク訪問コーナーやろうって書いてますね。楽しそう。森さん、何か企んでる？企んでないですよ。はいね、はい。今日は宮城塾、宮城塾やるんですか？森田さんをいじろう。何、どういうこと？面白そう。いじられまくってるけど大丈夫ですか？はい、ね、クルーズ TV の名物、さすき掛け森田塾ですね。はい、名物なんですもんね。はい、ね、みんな楽しみにしてくれてます。はい、ゲストが女性だけだと分かったときは、森田塾を楽しみにしてます。ってますね、ほらね。はい、ね、そうなんですよ。もう、みんなね、楽しみですね。楽しみなんですよ。はい。みやびちゃんは逃げられない、ふふふってきてるよ、たつこさんが。頑張ります。逃がすわけがないじゃない、俺が。怖い。はい、まえさんも子供を産めば絶対に変わりますよって来てますよ。はい、そうだ、子供産んだら俺も好きになるかもしれない。かもしれない、本当に。ね、ね、なんかいろいろとね、心情が変わるみたいですね。そうですね。鉄道人は上層教育の一環となりますよって来てますね。上層教育ってなんだろう。簡単に言うとね、どう言えばいいのかな。あと30秒です。うん、もうヤフーショッピングライブ行こう。もうね、じゃあ、ちょっと続きます。めんどくさい。あの、はい、行きます。はい、ということでですね、ここからはですね、ヤフーショッピングライブの方も合流となります。よろしくお願いします。はい、ヤフーショッピングの皆さんもね、楽しんでいってください。30分間ですが、楽しんでいってください。ということでですね、ヤフーショッピングライブの皆様に向けてですね、自己紹介をしていきましょう。カメラですね、はい、本日 MC をやらせていただいてます、もう見慣れだかな、見飽きたかな、はい、ド S なのに M から始まる森田です。で、よろしくお願いします。続きまして、はい、この間大阪で肉寿司を食べたんですけど、はい、めちゃくちゃ美味しくて、肉寿司にとてもハマってます。食いしん坊グラドルの国松みやびです。今日アシスタント MC です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。そして、はい、銚子電鉄公認銚子電鉄応援タレント、鉄道グラドルの小島みつみです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、続きまして、はい、皆さんはじめまして、いつも道に迷ってる迷子シンガーのキャバこと伊藤舞です。
くお願いいたします。マイコだからマイなのかな、もうそれは言われてるだよね、それで、多分ね、言われてるんだろうなと、マイコだからキョロキョロしてるからキョロちゃんなの、あー、いろんなの、ね、受け取り方がある、諸説あり、諸説あり、諸説ありはい、ということでですね、はい、このメンバーでお届けしております。ということで、みやみちゃんよろしく。はい、ではここからはヤフーショッピングライブのフルーツ TV の放送も合流です。はい、ここでフルーツ TV って何という方に紹介です。毎週木曜日と日曜日の週2回、19時から90分間アベマフレッシュで生放送している番組です。はい、フルーツ TV は東京にあるセレクトショップクルーズ内にあるクルーズ世田谷スタジオより生放送でお届けしています。はい、観覧もできますので、観覧ご希望の方はぜひお越しください。はい、スタジオのあるこの場所、セレクトショップクルーズは、ね、ヤフーショッピング内にお店を出店していて、海外ブランドを中心に150ブランド、5000商品を取り扱っています。yes。 ぜひショップページもご覧ください。はい、ということでですね、はい、ということで、ここからはファッションコーナー。ということでですね、呼ぼうかな。今日はね、ご機嫌だと思いますよ、多分ね、うん、ね、綺麗な美人な、ね、女性がいっぱいいるしね、はい、本当に。じゃあ、本日さん出てきてー、あ、帽子を探しております帽子を探しておりますね。よろしくお願いします。真ん中に、真ん中に開けても大丈夫ですか。はい、はい、はい、おねきさんでーすね。今日いいじゃないですか、うん、いいねほらね、見て、みよちゃんこの顔で覚えてるね。あれ、男に挟まれてる時はね、こんな顔しないからね、本当にね、おねきさんでーす、よろしくお願いします。ね、あ、ね、初めてのね、出演の方もいらっしゃるんでね、ちょっと初めてよ、こっち。いや、もうキャバクラじゃねえからないや、マジでキャバクラじゃねえからな、マジで。いやね、あのね、でもね、見ようとするとね、目が泳ぐ違います、あのね、あのね、大貫さんもね、最近ね、人気が出てきてるんです、実はね、大貫さん、大貫さんっていうね、コメントがいっぱい来るんですけど、あのね、どうですかね、可愛い子にね、やべ、平常心を装っているけど、鼻の下が伸びているそれなんか、ツイッターでさっき私言われましたそうですね、初めてのね、あの出演の方もいらっしゃるので、ね、ちょっと言っとくと、まあまあ、ポジション的には昔のね、番組、分かる方は分かると思うけど、の、あの、ドン小西さんと同じ立場の人と言っていただければ。そうですね、だからそのファッションのことでね、僕が説明はするんですけど、それを補足してくれたりとか、こういう風にしたらいいですよとか、こういうのを、こういうブランドなんですよって言ってくれるあの方です。よろしくお願いします。はい、ということですね。はい、ということで、一品目の商品いきましょうかね。はい。それでは商品紹介スタートです。です。まず一つ目、リポーターダウンジャケット。流行の発信地ミラノより最先端のダウンジャケットです。着色されたダウンの羽がスケルトン生地に透けて見えるという、あ、スケルトン生地すごいね、ジャンボット斬新&最新の一着。適度なダウン 100% の量で、シルエット、着心地もこだわっています。袖はアジャサー付きのため、絞ることもでき、表生地の特徴でもある素材は突然の雨にも対応できます。すごいですね。はい、なんかね、おしゃれ。レインコートみたいな形にはなってるんですけど、まあダウンジャケットですね。はい、こんな感じ。まあこれが青ですね。じゃあ前の方は。あのね、これ透明の中に毛が全部着色されてる。そうなんですよ。はい、これね。可愛い。なんかさ、これちょっと大きく着たら可愛いかも。そうですね。あと着てもいいですか？どうぞ。本当に着てくださいよ。本当にね。あのね、単純に本当にダウンジャケットなのであったかいですし、ね、あとね、いろんな種類の色があるので、まあまあ合わせやすいし、合わせやすいっちゃ合わせやすいですね。軽いですね。そう、軽いし、すごい軽い、うん、ね、あ、かわいいじゃないですか、かわいい、ね、かわいい、かわいい、こっちのカメラにも手伝われてるな、ね、かわいい、かわいい、いいね、なんか全然ありそう、ショートワンジャケット、え、これユニセックスとかですか。どっちも着れる感じですね。はい、まあコーディネートとしてはそうですね、まあこんな感じで、あのショートパンツとかに合わせてもらうのも大丈夫です、うん、そう、ワンピースにも合いますね、合いますね、はい、これがね、何色あるんでしたっけ。4色、こちらですね、まあ、この4色ですね、青、緑、紫、赤ですね、はい、まあダウンジャケットなので、こういうのをね、アウターで1個着とくと、まあまあ目立てるよねっていう、ね、これ前の方で、袖口をこうカメラにしたい、ね、袖口、はい、ね、アジャスト付きで、そう、透明なあのビニール製の中が全部毛が緑色になってます。そうですね、はい、やばい、そう、毛が、
シースルーラウンジャケット、そうすごい羽の中が見える斬新ですね。そうそう、うん、青とかね、本当にかっこいいし可愛い服も着れるし、だからね、僕はそういうスタイルの方が僕は好きですね。かわいい。僕はショーパンが好きって言ったらなんか誤解を招くので、あれなので、まあでも足を出してるとやっぱりね、女性は綺麗に見えるね。森田くんはショーパンが好き。うるさい。ケミ着色だから、こう色がまたちょっと違って見えて、すごくいいですね。そうなんですよね。これね、日に当たったりとかしてもちょっと可愛く見えたりとかするのでね、はい。思います。あの、ね、ダウンジャケットってね、基本的にね、結構ね、迷彩色になりがちなんです。白とか黒とかでなりがちなんですけど、そういった方にね、ちょっとね、遊びをね、アウターにも入れたいなっていう方には、かわいい、かわいいと思うね、これね、いいと思いますよ。はい、かわいいと思います。ちょっとね、あのアウターでも遊びたいなって、外したいなっていう方がいらっしゃったら、こういうのがいいかなって、そうです ね、はい。まあただでも、ガラガラのものを下に着てしまうと、もう眩しいってなっちゃうのでそこだけ気をつけていただいてって感じですかね。そうですね、うん、それこそこういうアウターだったら、迷彩の、明暗色のものを着たりとかした方が似合うかなっていう、ね、みちみさん可愛いから全然似合います。ありがとうございます。はい、アウターなどね、そのくらいはしますね。まあでも、でもなんかダウンジャケットだったら結構もっともっと高いのは、そうピンキーなのでね、はい、本当にね、こういうのはいいと思いますね。こういうのね、遊びに1個入れとくともいいのかもしれないなっていう感じですね、冬に。では、はい、じゃあ2品目いきましょう。はい、イタリアのリポーターなんです。はい、だそうです。はい、はい、続いての商品は、なんとコーチのカードケースです。はい、女の子2人。1941年、アメリカのニューヨーク・マンハッタンの小さな高級ホームからスタート。さまざまな年齢層に合う洗練されたデザインや品質の高さが特徴です。現在ではアクセシブルラグジュアリーライフスタイルブランドの担い手として世界中で愛されているブランドとなっています。はい、ね、まあまあ、もう言わずと知れたコーチです。ね、もうすでに持ってる人も多いんじゃないかな。ただ、本当にね、かわいい、あの女の子、特にね、こういうの持ってるとね、かわいいかなっていう感じですね。ただ、男の人がちょっとこういうヒョウ柄とかを持っていくと、ちょっとね、チャラくなってしまうので、そういう男の人だったらこっちの方がいいのかなっていう感じですね。そうですね。はい、ね、クラブ感とかね、うん。はい、まあこんな感じで、コーチです。どうですか、持ってみて。すごい薄くていいですね。持ってみて結構持ってみてどうですか、持ち心地を聞いてるんじゃないんだよ。やっぱり女の子ってバッグ基本小さいじゃないですか。ね、うん、で小銭となんかカードちょっとだけ持ちたいなっていう時に、うん、なんか小銭は別に入れて、こうカードとあとスイカとか一緒に入れてね、持ち歩いたらいいと思います。本当にね、ポケットもいっぱいあって、そう、ポケットが 1,2,3,4,5 個ついてるね。そうそうね、ポイントが、ポケットが、ね、本当にいるかな、ね、本当にいっぱい入れるっていうのはあるかなっていう感じですね。うん、1個こういうの持っておくとね、いいかもしれないです。これは持ってみてでいいでしょ。これはね、持ってみてでいいかもしれない。好きじゃないですからね。ご覧になっていかがですか。あー、そうですね。こっち、ね、はい、ごめんなさい。みちみさんって鉄道グラドルじゃないですか。はい、あ、そうね、スイカと切符どっち派なんですか。時と場合によります。なるほど、時と場合どちらも使われてる。どちらも使います。あ、なんかよく使うところは回数券買ったりとか、あと記念に乗車券欲しいときはあえて切符買ったりとか。さすがです。で、最後ちゃんと向こう印もらって、持って帰るとか。すごいね。あと、なんか今日どこに行こうかなって悩んでるときはもうスイカです、ささっと入って、もう途中で生産するみたいな。あのね、あるよね、なんかさ、ほら、切符とかでも、ね、その電車が最後の日に乗れた人は、その切符を取っとくみたいなのがあるみたいですよ。ありますね。ね、ありますよね。そういうのにね、何十万もお金をかけてしまうのね。なんか鉄道は金失いの道って書くんですよ。あ、なるほどね、なるほど、うまいこと言いましたね。さすがですね。はい、ということでですね、コーチのこちらね、出来入れですね。あれなんですよ、さっき子供の話してたけど、はい、今日11月22日はいい夫婦の日で、あ、そうですね、いい夫婦の、いい夫婦の日と、あと明日から
楽天さんのイベントとヤフーでもやるのかな、ブラックフライデーっていう、あ、そうですね、あ、ブラックフライデーセールが始まるので、はい、で、もうじきクリスマスもあるの で、 そうです、ね、で、今日ペアに なりやすそうなものをそうです、ね、用意してるんですけど、この先もね、ちょっとペアのもの出したりとかするんですよ。さっきのダウンなんかもね、はい、ペアでしてもいいですね、そうですね、カップルでペアでね、そうですね、そう、本当にね、合わせやすいと思いますしねっていう感じですかね、うん、はい、もしよかったこれは結構ね、ちょっとしたプレゼントにちょうどいいので、そうですね、はい、そうですね、お値段も、そうですね、お値段も、例えばですけど、女友達とかにプレゼントするときとかって、ね、ネックレスとか、ブレスレットとか指輪とかそういうのって重いじゃないですか、こういうのだと嬉しくないですか、嬉しい、ね、ね、こういうの使えるしっていうのはあるしねっていう感じですね、ということで、もしよかったらね、プレゼントとかにもいいですし、クリスマス近いんでね、プレゼントとかにもいいですし、自分でね、買ってご褒美みたいな形でね、コーチ買ってもいいのかなっていうのはありますね、はい、よろしくお願いいたします。はい、2品目コーチの、はい、こちらは税込み5,904円です。え、嘘、はい、そうです、お安いですよ、コーチにしてお安いんですか、いやって思っちゃいます、そうね、本当に、はい、うちは LA で直接買い付けしてるんで、はい、比較的安く出せます、はい、これ、ちょっと例えばクリスマスプレゼントとかに、ひょうかわいい、かわいいよね、ひょう柄ちょっとなんかガラガラしてるかなって思ったら結構落ち着いてて、そうなんですよね、そうそう、はい、なんかサイズ感も小さいからひょう柄持っててもなんか持ち慣れてなくても持ちやすい、ちょっとおしゃれですね、ワンポイントワンポイントにいいかなって、こっちのロゴが入ってる、そうね、そうですね、そう、あと本も入ってる、あと本全部、ね、そうね、入ってるんですけど、まあこれでもシーマークが、ね、はいね、もしよかったらコーチのね、こちらプレゼントにも自分に持っていく形ですね、よろしければ、よろしくお願いいたします、はい、続きましていきましょう、はい、続きまして、ロエンのヒョウ柄ウォレット、ロアナイフブラック、レオパード柄のジャガード生地をあしらった存在感のあるウォレット、はい、内側はさりげないヒョウ柄を使用し、スカルチャーもあしらっています。タポケットで収納豊富なスペックで実用性にも優れています。両者には牛革を使用しており、耐久性にも優れています。ロエンオリジナルケース付きです。そうですね、こちらオリジナルケースなんですけど、これと、まあ、この辺なんですけど、まあ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 、まあ、これね、もうね、結構ね、扱うのが大変なんですよね、これね、持ちしましょうか、あ、いいですよ、これ、はい、ね、これね、本当にかわいいですね、こういう感じでね、本当にロエン知ってる人は知ってますよね、知ってますか、ロエンは、知ってますかね、クルーズのファンの感じですね、はい、はい、こちらですね、こちらね、本当にいっぱいいろんなものが入るしね、本当にこれいいと思います、うん、これね、ヒョウ柄がかわいい、ね、すごい、すごいいっぱい、あとここにもね、ヒョウ柄があって、はい、今開けました、ね、はい、で、ここからね、ヒョウ柄とかついてるんですけど、あとカードもね、いっぱい入ります、うん、はい、すごくいいと思いますね、それこそこれもね、本当にプレゼントにもいいんじゃないかなっていう感じですかね、うん、男が持ってるとちょっとチャラいかな、でも良くないですか、女の子が男の人にプレゼントするのが、あ、本当いいかもしれないですね、ごめんね、俺 ね、 長財布のこのチェックのやつ持ってるのってホストのイメージがあるから俺のイメージだよ、簡単にね、うん、俺だからパタンって畳むやつを使ってるんだけど、なんかね、これを持ってるとね、なんか遊んでるやつみたいに思われる感じがしてなんか嫌なんですよね、でもね、ロエンかっこいいんで、本当にかっこいいですね、本当にいろいろ入るし、本当にいいかなと思います、今何か言いましたよ、何も言ってないです、何か言いました、気のせいです、気のせいです、気のせいです、はい、気のせいです、でも、私は長財布派です、私も最近長財布そうですね、長財布は長財布がいいんですよ、なんかフォローにちょっと困ってるじゃないですか、すいません、長財布は長財布がいいんですよね、出しやすいし、お金もね出しやすいんですけど、なんかこのチャックみたいなのが俺はなんかね、好かないというか、そう、チャックないと、いっぱい入らないんですよ、長財布も、ね、私昔こういうブランドものとか売ってたんですけど、やっぱ長財布と二つ折りで悩むと、みんなやっぱりこのファスナーがついてるついてる方が多いですね、僕これなんですけど、まあ、ポールスミスなんですけど、まあ、こういう方が俺は好きなんです、なんていうんですか、味のあるレザーみたいな感じの方が俺は好きなんですね、なるほど、これを機に抱えてみたらどうですか、ね、なんで俺に、なんで俺にやっぱジップがついてるといいですよ違います、僕ポケットにスッて入れちゃうんで、これだとね、へっこんじゃったりとか曲がっちゃったりとかするんですよ、僕もポケットに入れてますよ、ほとんど買わないと思いますじゃあ僕のは結構ね、レザーで
くたびれるはくたびれるほど色が出るやつなので、うん、ね、うん、はい、なのでそういう感じだからポケットに入れてるんですけどって、なんで俺言い訳してるんだよ。はい、ね、でもやっぱ箱もついて、そうです ね、あのちゃんと袋もついてっていう、そうですね、すごいね、お得だと思う。なんとお値段も、はい、はい、じゃお値段の方よろしいですか。はい、税込み8000円。8000円です。はい、すごいびっくりした私も、はい、めちゃめちゃ安い。ロイヤルだったら安いと思いますよ。これ、定価が1万3000円です。はい、そうですね、定価1万3000円で、それこれは本当にだと彼女があの彼氏になんかサプライズでクリスマスプレートにしようかなって時に8000円ぐらいだったら、そうね、選べるのぐらいですよ ね、 ね、彼氏彼女だったりとかするとそうですね。そう、みずみちゃんなんか接客うまそうだね。やられそうだね。もっとショップ店員なのかなっていう感じになっちゃうから。そうですね、何点か買っていただけるかもしれない。ちょっとあの森田さんお買い上げ、はい、ありがとうございます。そう、それ言われると思ったからもうしまい始めてます。で、これ露宴ですね、本当にね、あの、かっこいいと思います。はい、お揃いにしたいな。うるさい、うるさい、やめてやめてくださいね。そういうの弱いんだから。いい夫婦の日だから。ちょっとね、この後がね、じゃあいい楽しみがあるな。なんすか、なんお前らは覚えとけよ。10個覚えとけよ、この野郎。10個覚えとけね、これロインですね。はい、次の商品いきましょうかね。これね、ロイン、もしよかったらね、コメントください。お願いします。はい、次が最後の商品になります。ダブコレクション、ペアリング。絆を深めるリボンをイメージした、合わせるとラインが現れるキューピッドリング。恋人から贈られると2人の関係が深まると言われているリボン、そんなリボンをイメージした輝くラインの入ったリングです。丁寧に磨きをかけられたシルバーと5石のジルコニアのジルコニアの輝きが見事にマッチ。ジルコニアにはホワイトとピンクが用意されているので、ペアでの着用がおすすめです。飽きのこないシンプルなデザインなので服装を選ばずに着用できます。はい、合わせるとリボンのラインが現れるデザインも2人だけの秘密のメッセージが込められたコーラムで、ね、あの森田さんのにんまりのアイテムです。なんだにんまりってこうなる。そう、わかりますよ。さっきなんですけど、うん、めちゃくちゃ可愛いですよ。つけてみて。はい、つけてみて。すごい、はい、違うんですよ、僕で、あのね、はい、つけてみて。違うです、あのね、僕、はい、本当に、あのね、みんなにね、あれされるんですけど、あのね、はい、指細いんですね、ね、深いんですけど。15号もあるよ、森田さんが欲しいんだよ。15号もありますけど。じゃあ僕ね、本当にね、指が細いんです。これ、女の子にすげえ批判を食らうんですけど。本当に指細い。そうなんですよ。なので、ね、僕ね、11とかが。え、嘘、そんな？そんなんです、クレズのカメラのにも、はい、こちらもね、これね、ペアリングですね。初めてじゃないですか、ペアリング出すのってね。うん、本当に、ね、クリスマス前なんで、私たちもペアリングしたいね。え、ペアリングって憧れるよね。これをね、見ていただければ分かるんですけど、これね、合わせるとこれ、あの、同じ柄になるっていうね、これこれね、秘密のメッセージ、これ分かる？素敵。そう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 ね。秘密のメッセージになりますよっていうようなね、こう作りになってますね。にんまりしてます。なんだよにんまりって。そう、あの森田さんもにんまりね。ね。にんまり。ペアリングいいね。こっちのこっちの。にんまり。もうペアリングいいね。ね、本当に。にんまり入りました。本当にね、あのね、実際今まで。で、ペアリングとかってやったことある？これ、ね、入る入るね、キランとね、ダメです。かわいい、この太さがいいですよね。そうですね、ほんとに太いね。で、実は女の子つけるとすごい指細くなる。細く見える？かわいい、細いリングさん、キシャミさん店員になってもらえますか？ね、これ本当にね、男はこんな感じですね。男としてもこれだとやっぱ、はい、あのリング太いからつけやすい。そうですね、はい、僕は指が細いので本当にね、女の子にめちゃめちゃ怒られるんです、これ。本当にね、これもしよかったらね、ぜひこれプレゼントとかね、クリスマスとか来るんでね、うん、いや、そんな喜ぶと思いますね。はい、すごくいい、はい、ね、これパカってやってほしい。パカってね、人生で一度は経験してないやつ。
るほどね。誕生日ケーキの中に指輪が入ってる。誕生日ケーキ？なんか食べたらシャンパンがいい。シャンパン。おしゃれシャンパン。食べて多分私飲み込んじゃいそう。ダメじゃん。食いしん坊だしね。そんなことある？ね、そんなことある？辛いな。ね、そういうね、臭いことをしてもいいんじゃないかなと思いますよ。いいと思います。ね、だから臭い。何やっても許されます。そうですね。はい、昔やったことあります。臭いことね。詳しく。はい、そういうこともね、はい、男ってそういうの好きなんだよ、サプライズとか。そうなんですか。好きな人はね、俺をやるときはやるのかな。恥ずかしいから、髪をこうやってやり始める。やるときはやりますね。はい、頑張ろうっていうときはやります。女の子サプライズ大好きだから。大好きでも嫌いな人もいるよね、女の子ね。確かに、うん、普通が一番って感じ、ね、そうだから、なんかでもね、これプレゼントではよくあることなんだけど、そのプレゼントをするのをこっちで勝手に選んで買って別にそんなにいらなかったなっていうのはよくある話じゃん、女の子がね。だからそれが怖いから、俺の友達とかはもう一緒に買いに行くって言ってました。サプライズなしでね、うん、っていうの。一緒に買いに行くのが一番いいと思う。まあそうね、一番好きなもの買えるしね。指輪は本当はサイズがね、あるからね。そうですね、そうですね。で、男の場合はですよ、一応その本当はサプライズもしたいし、そういうのもしたいなっていう方の場合は、ちゃんと彼女との会話を覚えとくっていうことですよね。で、会話覚えといて、で、なんかその、指はどのくらい、指どのくらいなのとか、なんか、普段からもう聞いといて、あ、何号くらいっていうのを聞いといて、もう、インプットしといて、プレゼントの時にそれをあげるとかね、そういうことでしょ。まあ、うちはペアネックレスもありますね。そうね、ペアネックレスもありますね、本当に。ね、まあまあそんな感じですね。はい、今日の商品はですね、ちょっとね、クリスマスとかね、そのイベントことが多くなってくるので、この先 ね、はい、こういうね、ちょっとペアでも着てもいいものかなっていうものをお出ししました。はい、どうですか、どれが一番気になりましたか、皆さん。どうですか。指輪かな。あ、指輪ですって。みちみさんの指輪欲しいですって。もうおねだりしたらいっぱい準備してるから。まさか誕生日プレゼントは当日の全部半年受け止まったりとか。でもそれはね、ずっとってことでいいかな。クリスマスプレゼントもクリスマスの当日全部半年受け止まったりとか。じゃあ一応ジュエリーで今800種類持ってますので、すごい入り放題ですので、お待ちしております。お待ちしておりますね。本当にね、ショッピングページ見てもらえば分かるんですけど、すげえいっぱいジュエリーもあります。それこそこういうね、そういうジュエリーって言われるものだったりとか、あとはもうシルバー、いわゆるシルバーって言われるもの、クロムハーツ の同じところがやってるそのローアンズっていうのとかも取り扱ってたりとかする。それは恐ろしいこと、やっぱりセレクトショップって言ってるけど、恐ろしいことやっぱりお値段はします。どうしてもペットだけで 3,4 万とかするから、まあまあそれはするんですけど、まあまあ一つそういうの持ってた方がいいかなっていうのね。ロイヤルオーダーとか色々。今のダブはいくらだっけ。ダブはですね、税込み 17,280 円です。はい、そして34,000円ですね。そうですね、34,000円ぐらいなので、ね、今回出したんですけど、この辺のジュエリーは6,000円とかなんで、ペアにして10,000円ぐらいのものもあります。ありますね。はい。え、チョロちゃんはどれが良かった？一番。ね、ダウン。あ、似合ってたもんね。ね。でもなんかカラフルなのもすごい、これからの時期ってやっぱ色ちょっと暗くなるじゃないですか。そうだよね。だから明るいのいいな。確かにそうかもしれないね。女の子は特にだね。そうなんですよ。お揃いできた時に可愛いなって思ったら、明るくなって。はい。じゃあコーチでしょ。私コーチ。絶対コーチだろうなって思った。ね、持ってる時のテンションが全然違うから分かりやすいよね。俺はもう完全にそうだな。でもリングかな。でもね、そうだね、コーチかな。コーチがいいかなって感じかな。ロエも可愛いんだけどね。俺やっぱりそのファスナーを持ってるのがなんかそのチャラいイメージがあるんです。やっぱり僕はですからね。僕はですよ。社長です。個人の自由だと思います。そこは。はい。でもせっかくだからね、もう平成も終わることでちょっとチャレンジしてみたいな。本当に君さん接客うまい。ね、びっくりしました。絶対買っちゃう。そうですね。はい。これで、ね、ファッションの終わりだと終わりになります。はい。はい、
本日は、ありがとうございました。ありがとうございました。帰りたくないから帰りたくないから今日も言いたいのかな。はい、じゃあ、はい、おじさんでした。ありがとうございました。おじさんに囲まれたらね、そうそう、帰りたくなくなっちゃうんだろうね。じゃあ、最初のお席もお願いします。はい、ということでですね、そろそろ時間がね、じゃあ、近寄ってきたので告知の方をしていこうと思います。じゃあ、みつみさんから前の方に来ていただいて、はい、あちらのカメラに向けて、はい、はい、鉄道グラドルの小島みつみです。ぜひね、ツイッターこちら、みつみ3人さんでぜひ登録をしてください。はい、普段はね、鉄道イベントとか、あとはアイドルの体験をしておりますのでね、ぜひぜひツイッター見て、私の活動状況をチェックしてみてください。まずいも食べてね。チュチュ。はい、よろしくお願いいたします。ぜひね、チェックしていただければと思います。よろしくお願いします。じゃあ、まいちゃんも。はい、普段シンガーがメインとして、活動しております。伊藤舞、キョロと呼ばれる時の方が多いです。キョロこと伊藤舞です。ツイッターやってます。インスタもやってるんで、よかったらフォローしてください。ちなみに明日年内最後の主催ライブがあります。はい、阿佐ヶ谷ドラムっていう南阿佐ヶ谷にある結構アコースティックなライブハウスなんですけれど、そこで一日中イベントやってるんで、よかったら遊びに来てください。よろしくお願いします。伊藤舞さんです、ね、チェックしておいてください。よろしくお願いします。じゃあ無理やくちゃ。はい、はい、新房グラドルの釘町みやびです。今日ご視聴ありがとうございました。いい商品ございましたか？ぜひご検討ください。はい、私は普段グラビアや MC やいろいろやってます。土曜日に中野 芸能小劇場でお笑いライブがあるんですけど、600円でお笑いが見放題。私、ゲスト MC で出演するので、よかったら遊びに来てください、はい、詳しくは Twitter に載ってますので、ぜひぜひくださいね。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。ですね、もうお馴染みですね。いつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということですね。あと僕とクルーズテレビからですね。はい、クルーズテレビこんな感じでやってますね。ゆる感じでやってます。クルーズテレビの方、こちらの方ね、フォローしていただければ、今日誰が出るのかとか分かりますのでね、ぜひぜひフォローの方していただければと思います。あと観覧無料ですね。観覧無料なので、ぜひ来ていただいてですね、出演者の方に会っていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。そして僕ですね、森田武宏と言います。普段俳優やってます。武宏アンダーバー森田っていう名前のツイッターやってますので、よろしくお願いいたします。ぜひチェックしてください。いろいろね、最近映像にも出てきていますので、ぜひね、僕のこと覚えておいてください。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、時間が間に合うかな、30秒かな、いけるか。はぁ、みやみちゃん、はい、ヤフーショッピングライブの終了の時間です。ヤフーショッピングライブをご覧いただきまして、皆さんありがとうございました。はい、毎週木曜日曜19時30分からお届けしております。次の配信は次の日曜日11月25日の7時30分からです。ぜひご覧ください。そしてこの後のクルーズ TV、アベマ TV フレッシュより生放送しております。よろしければ検索モードでクルーズ TV と検索してください。ツイッターのページやフレッシュのページからも探します。皆さんありがとうございました。はい、じゃあクルーズ TV やりましょう。すげえ、さすがだね。もう慣れたかな。さすがだね。すげえ入った感じ。これはすげえ。これはすげえ。はい、戻ってきました。グルーズ TV。そうですね。はい。みやみちゃん。すごいよ。今のはすごい。うん、今のは俺もできないわ、多分。うん。今のは絶対できない。できない。ああ。本当に今のはすごい。ね、みんな今聞いてた。すごくなかった。ね。一切噛まなかったからね。一切噛まなかったから。すごい。
ね。フルーツなのかな。はい、ゴルツさんの視線に気をつけ、あ、そういうことですね。この間ね、綺麗の名字、ありがとうございます。なのでね、足フェチっていう話をこの間したんですよ。だからそういうね、あのコメントが来たんだと思います。だからやっぱりこっちちょっと見てくれないの。今日ね、ゲストの方2人とも 足出されてて、ね、私出してないから。そういうことか。もうダメダメ、あのね、目線に困るんだよ。ねえ、わかる？女性がね、足を出してるとね、まあ確かにセクシーだし綺麗だと思うけど、あの、ね、目線に困るんです。男としては。しかも、ストッキングと生足ってどちらも楽しめる。好み分かれる。そう、分かりますよね。私はね、男性代表として聞きたい。どっちが好きですか？あ、ですか。あ、俺ですか。どっちが好きですか？ごめんなさい、僕ね、あのね、俺ね、本当にね、フェチ、なんでこんな話してんの？吹き出しちゃうんだけど、僕ね、黒タイツが一番好きです。あー、二重手にいるくらいの薄いやつ、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 薄くなくても足がめちゃくちゃ見えるでしょ、女の子。確かに、確かに。それ、すごく綺麗な足に見えるからね。あー、確かに。っていうのはあるかな。なるほど。ダメなんですよ。ダメですよ。本当に、あの、女の子ばっかりの時にそういうふりしたらダメですよ。マジで。俺ね、顔赤くなっちゃうから、本当に。キョロちゃん、ショーパンかわいいって来てるよ。ねー、コメントかわいい。ねー、ショーパンかわいい。みーちゃん、紫着てって言ってますね。紫、紫推しなんです。そうなんですね。へぇ、えー、紫はね、慈愛の色かな。慈愛、ね、慈愛を持ってる人が選びやすいのって。そうなんだ。ですよ。なるほど。優しい人だって。はい。あ、そうなんですね。慈愛あんまりよく分かってなかった。簡単に言えば優しい人、ね、だからその無償の愛とかができると。あら、ね、はい、おー、みーちゃん頑張られて、みーちゃんチェキさんにおねだりすればって来てますよ。はいね。はい、みずみちゃんね、商品の説明あざーすですね。はい、俺がやるよりいいんじゃないか。すごいね、本当に当たりですか。ありがとうございます。お見事ですよ。はいね、はい、素敵。もしよかったら森田さん、みやちゃん、何のことですか？どれのことですか？どれのことですか？いや、そのウォレット男女が持ってもいいと思うって言ってますね。うん、すごい思いました。本当にどっちが持ってもいい。まあ、いいと思いますよ。そう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 。だからこれはそういうできますからね。本当にね、それは本当にそうと思います。安いってますね。はい、森田さん、みーちゃんとお揃いのパレットなんでやん。恥ずかしいですよ。言うのそれ。ね、本当に。そうね。やっぱこれで森田さんがみやびちゃんに送るクリスマスプレゼントはこれで決まりましたね。ありがとうございます。いや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 、俺そんなお金持ちじゃないから大丈夫。はい、ね、はい、続きまして、どれだ、男性で11号は細い。そうなんですよ。そのくらいなんですよね。僕ね、下手したらね、もう今ちょっと太くなったから11ぐらいかなって言ったけど、前9が入ってました。9って私と一緒ですよ。そうそう、女の子と同じぐらい。だから、その付き合った女の子とかからはすげえ批判を受けるよね。同じサイズって言われるから、すげえ嫌がられる。確かになんか並べてみて、こう、なんかちょっと大きいぐらいの方が、見栄え、写真映えはしますよね。そう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 。同じサイズが並ぶ。そう、それはね、すげえ言われた、昔から。本当に、うん、箸以外、箸以上重たいもの持ったことないでしょって言われたことあるから。いや、そんなことないんだよ。そんなことないんだけどね、うん、手がちっちゃくて細いんですよ、僕、指がね、本当に。そうなんですよ。はい、森さん、みやびちゃん、キョロちゃん、みつみちゃんに4人だからペアリングではなくカルテットリングで、そんなあっても面白いかもしれないですね。なんかいいですね、仲良し感が。森田さん、これしてみて。これ13号。13でも結構いい。ほんとだ。そうなんですよ。僕ね、本当に細いんです。本日の商品、各4点セットで、モニカさん、ハイアゲーション。違う。ありがとうございます。なんでやねん。はい、まさかお買い上げありがとう。違う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 。はい、モニカさんは、存在自体がサプライズだから大丈夫ですよ。何で、サプライズか、俺。はい、サプライズ気づいちゃったらまず気まずいよね。そうだね、俺は絶対気づかさないようにしたけどね、その時はね。はい、サプライズ難しいってね、センスが問われるからなって。そうですね、あのね、下手にやるとね、ダメなんですよ、サプライズってね。あのね、僕経験者から言うと、わざとらしさが出ちゃダメなんですよ。だからさらっとえっていうのがいいんですよ、基本。いいなー。そうなんだ。それがねっていうのがいい。
受け継がれたことないんですよ。11号、うん、11号、うん、これでも女の子用じゃないですか、多分ちょうどいいぐらい。おー、うん、一応森田くん11号です。お待ちしてます。本当に、はい、そうですね、絶対バレそうって言ってますけど、俺ね、バレたくないです。すごいですね。はい、日本クルーズ世田谷では数字より好きだって。そうですね、ありがとうございます。ありがとうございます。たくん買ってって誰ですか。たくん買って。目を合わさない。そう、塾覚えとけよ、マジでマジで塾覚えとけよ。はい、たーちゃんお願い。たーちゃんの誰あのね、たーちゃんって言ったら俺の中ではね、あのジャングル大帝になっちゃうから、知ってる、知らないでしょ。ジャングル大帝、たーちゃん、いや、リアちゃんは多分知ってると思う。あ、そっか、永遠の上半ちゃんです。それでいいわ。ね、はい、ね、でもちょっとドエスが見え隠れしてますけど。早いですもん。そうですね、ジャングルの、そうね、そう、分かんない、ちょっとジャングルの王者ターちゃんね、知らないでしょ。分からないです。はい、関ちゃん、関さん、みーちゃんはコーチが好きなんだって。私、コーチとビビアンが好きです。ビビアンです、ビビアン。私も結構コーチが好きなんだ。違うの、ね、女の子ビビアン好きな子多いんだけど、ビビアンクソだけからね、マジで。あの、いつかあのオーブのディフェンスが欲しい。待ってまーす。マジで高いからね、ビビアンって、本当に。俺、もう可愛いんだけどね、可愛いんだけど、本当に高いのよ。だから、ビビアンのお店に、あの、一緒に買いに行った時に、ビビアンのお店に入った時って、もう心の中ドキドキしてるからね、マジで、本当に。あの、アンゴラマニアとかちょっと、あの、割とお値段。あ、そうね、あそこら辺もね、そうだね。ね、わかる、あの、わかんない、あの、ビビアンのね、もう一本のブランドがあって、そうあの、ちょっとデザインが、あの、ちょっと違うんだけど、なんかハートのパック。あ、そう、知ってます。あ、それはそうなんですね。それも5万から6万円ぐらいで買えるのを使って、そう原宿にあの店がよく来たんですよ。う、ね、うん、もうあれね、ビビアンは男泣かせだよ。すげえ可愛いんだけど、もう男でも欲しいなって思うぐらい可愛いんだけど、男泣かせなんですよ、あれは。はい、本当に本当にそうです、はい。デート商法でみつみちゃんタイプっているよね。デート商法なんかこう、なんだろう、こう、うまいんです、セールストークセールストークがね。私と一緒に洋服買いに行かない方がいい。店員さんがプラス1になったから。友達10万ぐらい買ってくれた。俺、マジで、全然だ、自分には利益ないんですけど。俺と家電買いに行くのと同じ感じだな。あ、家電のことは皆さん聞いてください。あのね、家電芸人と春ぐらい俺家電に詳しい。あ、いいですね。はいね、はい、明日ショーパンの隙間が素敵って書いてありますよ。はいね、ここであれでしょ、あの絶対領域ですね。絶対領域ね、男、女の人の絶対領域はそこなんだよ。男の絶対領域はここなんだよね。あ、そうなんですか。そうなんです、ここが好きっていう人が多いですね。男の人もここの、ここ今俺はまだそうでもないけど、わかんない、お筋がスッて出てるね。あんまりスイッチじゃない、ほんと。っていう人は多い。でも、あの、あ、ここら辺だね。うん、そこね。ね、女性も好きだけどね、うなじは。女性のそのうなじが好きって人も多いからね。え、今日のみやびちゃんも超セクシー。あれ、こっちから見る。こっちから見ると。バックとか着るとね、女の子ってうなじが出るからね。え、何フェチですか？私、匂いフェチです。おー。匂い。どんな匂い？どんな匂いですか？人の匂いが好きなんですよ。あ、香水とかじゃなくて、人の匂いとか、犬の匂いとか、ほうほうほう、なんかその天然。自分になってる。ちょっと面白い。私、あの、ビクシー、ビクトリアシーク。うん。香水好き。あ、すごいいい香り。本当ですか。俺ね、最近ね、香水をつけてないですね。ただでも、まあ、香水じゃない、なんか柔らかいやつはつけてます。はい、柔らかいやつ、柔らかいやつというか、まあ、ボディミストみたいなやつ。柔軟剤、ボディミストみたいなやつはつけてるかなっていうのですね。なんか柔らかいやつって言って、私もあの柔軟剤のファーファみたいな。もう、みちみさんがズバッと柔軟剤。それって思ってる、それ。ね、あのね。確かなんかファーファーとかダウニーとか。いや、やられてるけど。今日、すごいやられてる。特にね、今日ね、あのね、こういう服着てるから、
からだと思うんだけど ね、 あのね、あんまりね、こう、がっちりいけない。どうしよう。ね、本当に。え、キョロちゃんは何フェチ？何、それは別に異性とかではなく、そうすると私もね、匂いフェチなんだけど、ちょっと違うか。違う、うん、私結構、あの外の空気の匂いとかが、わかる。すごい。場所の匂いとかも、そう、だからその場所を匂いで覚えちゃうとか、天気とかも匂いで大体判断しちゃう。それこそなんか下北ルーム3人とも出てるんですけど、うん、下北ルームの控室の匂い独特じゃない？めっちゃ確かに、分かりますよ。分かります、来た来たって思ってます。なんかちょっとこう、いい懐かしい匂いがするみたいな。へぇ、公民館の匂い。あー、なるほどね。そうなんだ、そう、面白いね。先週同じこと言ってた、私も。そう、下北ルームの控室に入った時に、あー、この匂いだって言ったんだ。なんかちょっと子供の頃思い出す。そうなんだ。木の匂いとかじゃないのかな、多分。違うのかな。え、今度もういらっしゃった。見学にはね、うん。今度いらっしゃった。ちょっと匂いがその感じがね。今度じゃあ入れてもらおうかな。はい。入ってください。はい、ね、みーちゃん必死だって言ってるよ。はいね、でもね、よくできましたね、本当によくやりましたね。すごかった。みーちゃんやったね。みやみん素晴らしい。ありがとう。みーちゃん偉い。すごい。ムービーだ。そうね。今日はね、褒められちゃ褒めるよ。ありがとう。うん、塾でしっかり落とします。はい、今回も森田さんはいじられるんだなって、この後塾で立場逆転ってきますね。はい、恐ろしいね。やっぱり今日は宮美塾でってきますね。魚の血合いだと思ってたでしょ、みーちゃん。あ、血合い。あ、そうだね。私、血合い大好きなの。美味しいですよね、魚の血合いの部分。あ、なんかそうね。そういう人いるよね。超好き。あ、チェキさん来た。本当はチェキ来てる。あ、いね、成田空港着ってね、今ね、こっちにいらっしゃったみたいですね。はい、ありがとうございます。佐藤さん、おはようございます。ね、ありがとうございます。みーちゃん、たーくん、やっほーって、やっほー。やっほー。ね、はい。み、チェキ、チェキさん来たっていうね、チェキさん、チェキさんかな。チェキさん来たって、ね、もう、たつこさんとチェキさんが最近すごい仲がいいんですよ。ね、本当にね。うん、いいですね、リスナーさん同士で仲良くなってくれるのありがたい話ですね。はいね、なおさんですね、3人で攻めたら買ってくれそうって。買わないよ、買わない。チェック衣装かわいい、ありがとう。ありがとうございますね、ね、花柄ね。そう、そうなんです。花だもんね。花なんです。そう、あの、ね、この間のね、うん、森田君、何を何個用意すればいいの？え、何？そんなお金は持ってないよ、今俺は。だって4人で LINE のお財布、おそろいにしてる。さん、なんかおそろいだったら、銀行行ってきていいですかね。嘘です、嘘です、買いません。だからね、使ってくれるかもしれない。いやいやいや、今日それ4つ買っちゃったら、あのね、俺4万近く飛ぶんだ。俺ね、死に、違う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 、あの、やめてください、本当にやめましょう。本当にやめましょう。あのね、破産するよ、俺、マジで。私今財布すごいボロボロなんですか。あ、財布欲しい。もう無理ですよ、本当に。お兄ちゃん無理よ、お前ね。お兄ちゃん、うるせえ、うるせえ。予約って買ったことだから値段分からんって書いてあるんですね。値段ね、ピンキリです。指輪は本当にピンキリですよ。うんですね。ビビアン大好き仲間いる。ねえ、言いましたね。はい、チェキ君お疲れ様ですけど、チェキ君がいるとき安心感って。どういうこと？はい、今日はいい夫婦の日、そうなんですよね。みつめさん、ちなみに気をつけて、いや、見てないからね、俺、本当に。見てないですから。ちょっと、見てもいいんですよ、軽くしてど。いや、取られてくれ。怖い、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 マジで。はいね、はい、匂いの迷子って防げないかって言ってますね。そう考えはなかった。確かに。あ、じゃあさ、さっきみずみさん言ったみたいにさ、パンを超えて落としてたらさ、パンの匂いで、パンの匂いで、パンの匂いで、犬みたいになっちゃうね。使わないから、それは。あの、今ほら、匂いで場所を覚えるから。迷子の原因って何なんですか、まず。え、なんかやっぱり、こう、私もそうなんですけど、お店ってくるって回転すると、あれ、こうってなるの。マジか。もう室内入ったらどっちかって分かんない。そうそうそう。嘘でしょ。それはすごいね。俺だから本当にそういう風になったことがないから分かんないんだよ。そう、本当に。だからよくね、そのね、あるんだけど、お店から出てきた人とかに、あの、
これ駅どっちですかって言うんだけど、いや入ったら分かるんだから分かるでしょって僕はなっちゃうのよねえ分からないのかな。改札の中でも私迷子になるんですけど、みちみさんって改札の中だったら大体把握してるのね。すごーい、さすがですね。そのまま道が1本じゃないですか、レール1本っていう迷子になるんですよね。改札もあの閉鎖空間の中だからあれだけ覚えとけば迷子にならないんですよ。でも改札外出たらもう道が四方八方に出てて、あ、まあ、確かにね、改札外はもうさっぱり分かんないし興味がないよね。なるほど。俺東京駅ぐらいでね、迷子になるの。1週間通ったら結構覚えます。あ、ほんと？うん、まあ、まあ、だから八重洲かあの丸の内かとか分かっとけばなんとかなるかなっていう感じかな。私東京駅、渋谷も未だにやっぱり迷子。マジで？渋谷の地下ダメですよ。俺渋谷、まあまあまあずっとね、そこでね、もう今はやめちゃってるけど、あのアルバイトもしてたからもうね、庭なんですよ、まあ、ここら辺もうね、どに行けば、どこの地下から出れて、どに出れるっていうのがもう全部俺把握してるから、本当に。で、今渋地下ができてね、すごいあそこ通った方がいいですよ。はい、早い。渋地下は便利。はい、渋地下便利だし。渋地下からディズニーストアのすぐ下のところに出れたりとかする。そうなんですか。そう。たーくん、デビタやんないの。やりますよ、やりますよ、ね。おい、森田さん、時間がない。やりましょうかね。やりましょうかね。じゃあね、はいね、はい、ということでですね、やっていきましょう。じゃあ森田塾の時間ですよ、皆さん。はい。じゃあまあやっとこうかな。森田塾の時間ですよ、皆さん。英語塾やれや。はい、どうですね。はい、皆さんね、お楽しみなのでね、ね、本当にね。まあでも結構ね、時間ね、あのいい感じじゃないですか。そう、オーバーしてもね、最近許してるんです、プロデューサーが。ね、みんながね、良ければですけどね。はい、じゃあ、塾の方やっていきましょうかね。どうしますか？何が？あの、セブはありますか？いや、ないですよ。この間のやつやろっか、じゃあ。俺もこの間やったから、俺やんなきゃいい人したら。なんでですか？え、じゃあ、何しましょうよ。なんか、じゃあ選びます？選びますか。じゃあどうしようかな。じゃあ一人でね選ぶからね。どうしようかな。じゃあね、今までやったやつでもいいかもしれないね。あ、ありがとうございます。はい、今までやったのなんかね面白いタイトルだなこれ。やっちゃったね。もう一発で決めた俺。これ多分絶対やばい。男のファンの方、ちょっとこれマイナーマイナー。男の方はこれはね、やばいと思う。無用ペンください。これ女の子が言ったら絶対燃える。いや、ちょっと何なのですかね。じゃあ書いてる間に読めてない。そうですね、コメントね。コメント読みます。はい、ここまで来た。もいちさん、よろしくお願いします。いきなり電源入れたら CA に怒られた。あ、どこにいるんですか今。飛行機に。やばい。そうだね、怒られちゃう。森田さん、素晴らしい。テキさん、ご愁傷様です。皆さん、で、森田さんに買っていいよ。タグデビューやらない。今からやりますね。やらないわけない。こっちで解決してる。この辺はでも、ここで解決してる。いい加減、塾やれや。期待してますから、ここで。ねえ、ほんとにね。どんなのが出ますかね。これはね、俺は好きだけどね、多分。え、なんかこういう恥ずかしいセリフ言うとかってあります？めちゃめちゃ恥ずかしいセリフ。 DVD の撮影とかで、たまにセリフある人とかちょっと恥ずかしくないですか？ああ、そうですよね。好きだったんだよ、みたいな。これはね、結構ね、ハードル高いかもしれない。でもね、あのね、今見せようか。はい。うわあのね、この点々があるので、この点々は普通の点々にしないでね。あの含みを持たせてくださいね。うん、はい。ね。むずいな。で、ね、ちょっとここも開けてもいいね。その点々の間を開けるのと、ね、ここを、ここまでは、下向いててもいいかな。下とか斜め下とか。で、ここは。それはちょっとアレンジ加えてもいいかもしれない。いいですよ。はい。で、これで、ここで、その、言っちゃったけど、ちょっと恥ずかしくなっちゃってる感じにして、これ、最後。だから、その、これに繋がるような空気感を出してほしいっていう。そう、ね。はい、ね。
ここで、だから ここにまでの空気感を出してほしいっていうね。はいね、はい、これはね結構ねいいと思います僕は。ね、もうこれ誰からじゃんけんですか。ね、毎回言いますよ。まず、ま、毎回言うので言うんですけど、はい、最後になれば最後になる、みやびちゃんはもう取りです。なんで？で、まあ、初めての方たちなのでね、初めての方たちにね、ちょっとハードルを下げようと思うんですけど、はい、最初にやった方がハードルは低いです。さあ、最初にやりたい人、手を挙げて。はい。やりたい人、手を挙げて。ね、最初にやった方がハードルが低いって言うから。でも、私何もまだ考えられないです。どんどんハードル上がっていくから、これ。で、どうすればいいんですか、これ。ここは、カメラ目線で言ってください、はい、で、ここはちょっと斜めこっちら辺かな見といてもらって、カメラからの斜め、そうですね、斜めにしてもらって、で、ちょっとこの間を取ってこれをカメラ目線で言ってください。ここはカメラ目線、はい、で、この点点点のところに関してはあのこれに繋がる空気感を出してほしいっていう。それが難しいんだね。言ってだって舞台俳優されてる、舞台女優されてるから。私は俳優歴はすごく浅いよ。歌の人間なんですよ。セリフはあまり顔全然映ってないからね今。これはどこを見ればいいんですか。これカメラ、これ舞台ライブしか映ってないよ。ここですか。そうです、はい、なのでね、もうちょっと引いた方がいいかも。ちょっともうね、高画質で撮り始めているので、これ YouTube に上がるらしいんで。それははい、ということですね。心の準備ができました。ただ私この言葉の意味をまだ理解してないです。でも自分なりにいいんじゃない。いや、あのね、じゃあちょっとね、はい、だからその演技歴浅い人もいらっしゃるから、ちょっとね、アドバイスをすると、はい、付き合う前なんですが、はい、ね、まだその付き合うまでの期間もまだ短い状態ですね。わかりますか、うん、そのなんでこれにつながるかっていうと、そこがあるんですよ。だからその、なんていうんですか、そのすごいずっと友達で、付き合ったじゃなくて、ここにことって入んないの。あ、ことです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 、ごめんなさい、はい、入れます、入れます、ごめんなさい。あ、そうですね。あ、そういう意味ですか。そうです、そうです。あ、存在保管してた。ごめんなさいね、私は全然読めちゃった。そこが保管できてなくて、私の中で今。そう、これですね。なので、付き合うまでに友達とかじゃなくて、まあ会って1ヶ月2ヶ月ぐらいかな。だからまだちょっと完全に打ち解けてないんだけど、もうたまらずに行っちゃったって感じかな。ね、これね、だからそういう最後にそれがつくんですね。ほう。この準備はよろしいですか。よろしいでしょうか。カメラ目線の斜めの、そうです、そうです。カメラ目線のいいよ、自分なりで。そうですね。で、ここはまあ、カメラ目線であってほしいから。はい。はい。心の準備できましたら。できてないけど、考えすぎると失敗する気がするから。では、きょうちゃんの告白まで。3、2、1。ねえ、あなたのこと好きになってもいいですか？いいね。準備はよろしいですか。よろしいですか。はい。では、みちみさんの告白まで。
ねえ、あなたのこと好きになってもいいですか？いいじゃないですか。これいいと思います。僕本当に。結構ナイスチョイスだと思うんだ、このセリフ。ね、本当にね。ありがとうございます。本当にね、これどうですか皆さん、楽しんでいただいてますかね。はいね。いや、すごい足を震えてる。そんなには生かさないよ。本当に、あーね、本当に、怖くまって言われて、そうね、怖くまだ ね、 あね、激しいやつお願いしますね、これね、すげーナイスアングル来てますね。 OK、 こちら準備できましたね。 YouTube 登録してますけどね、社長に助けられましたね、森田さんって言ってね、はい、たくさんやっぱりですね、はい、これ恥ずかしいわ、出たこのセリフかってね、はい、なんかいろいろ想像させられるね、本当にね、これ本当にいいと思いますね。ひょろちゃん最高ね、ふわふわです、これはさっきのですね。あ、いきましょう。みーちゃんって言っちゃった、俺恥ずかしい。え、ちょっと変えてもいいんですよね。どうぞ。恥ずかしい。恥ずかしいね。ね、恥ずかしいね。はい、あのね、うん、みやみちゃん分かってると思うけど、ね、さんに向けてるんじゃなくてね、ガチでやって、はい、ガチでやってます。緊張ゆるー。 OK でしたら大丈夫ですか？大丈夫ですか？はい、いきます、おままで、3、2、1。ね、君のこと好きになってもいいかな。おい二度とやんねえから。
はい、ということですね、あとね、最近ね、これもちゃんと聞かないと ね、 あのね、視聴者の方ね、よく言われるんですけど ね、 ちょっとね、好きなタイプをね、聞こうと思ってるんです、女性の。はい、どんな人が好きですか、外見、内面ですけど。みちみさん、男性のってことですか。そうです。好きな、あの、背が高くて、もう、ちょっと、体がいい人が好きなんですよ。だからどっちかっていうとゴリゴリ系だから。ゴリゴリ系、ちょっと筋肉、筋肉。エグザイル的な。エグザイルまで濃くなくてもいいんだけど。あー、なるほどね。細マッチョがすごい好き。あー、なるほどね。頑張ろ。細マッチョ。ね、本当に。あの、基準は、私こうやって、私はここにぶら下げられる。あー、素敵。あー、なるほどね。まだ誰にも出会ってない。パパ以外まだ誰にも出会ってない。あー、すごいね。パパを超える人はなかなかいない。それはね、なんか女の子よく言うよね。私もパパにぶら下がってたよ。そっか、外見がそういうゴリゴリで、内面は？やっぱ優しい人がいいな、ちょっと甘やかしてくれる人がいい。あー、なるほどね。そうだから、俺は知っているよ。悩みが激しい。よく言いますもんね。甘やかされないって。あのね、帰ってきたらおんぶしてほしいらしい。そう、おんぶしていろいろ連れてってくれる人。あー、いいな。らしい。いないですレアな人。私特に外見を考えたことあまりないんですけど、中身だと全力でふざけてくれる人がいる。あいい、なるほどね。いいね、面白い人が多いですけどね。面白い人が絶対いい。芸人さんとかいいか。もう大好きなんですよ。芸人さんは本当に大好きで、なんで本当お笑いライブとかもめちゃめちゃ見に行くんですよ。なんで顔よりもそういう面白さとか、芸人さんって全力でふざけてるから、ね、ああいう人がすごい好きです。なるほどね。あのね、芸人さんはでも結構プレイボーイ多いから気をつけてね。そう。おしゃべりが本当に上手ですよね。そうね、上手いからね。乗せるのが上手いからね。それは本当に思う。なんか打ち上げとか飲み会とかね、やっぱりすごい盛り上げてくれるから、そうね、楽しいですよね。うん、すごいわかる。ね、あの人たちは常に面白いことを考えてるからね。役者はただただ声がでけえっていうね。打ち上げの時とかね、絶対わかるもん、居酒屋とかで絶対あの人たち、なんかあの役者の人たちすぐ分かる、すぐ分かる、うん、本当に鼻から出てるみたいな。みやびちゃんはだから、そしておんぶしてくれる人でしょ、内面は。おんぶしてくれる人っていうか、そうですね、あの、あわよくはおんぶしてベッドまで運んでくれる。私、すごい床でたまに寝ちゃうんです。床とかソファーとかで寝ることが多いから、うん、ちゃんとお姫様抱っこかおんぶとかでこう連れてってくれる人がいい。なるほどね、お姫様だってね。ワンちゃんは一緒には寝てくれるけど連れてってくれないから一緒に床寝てるんですよ、2匹も。でもまあ、まあ、多分ね、あのこれは絶対そうなんだと思うんだけど、あのね、第一条件として犬が好きな人ですよね。でもね、ね、そうだよね。もうちょっと経ったら3匹になる。マジで、はい、おー、頑張ってくれ。ワンちゃんが好きな人。そうね、ワンちゃん好きな人はまずそうだよね。俺、外見聞いたことないわ、そういえば。あ、外見行ったことないですね。ね、外見どんな人が好き？外見か、外見は、私は自分より背が高い人がいい。坂口さんなんですけど、なるほどね、坂口さんより大きくて、そうだな、私も割と、こう、ムチっとしてる。あ、筋肉、筋肉、筋肉、ほどよくちゃんとあって。ゴリマッチョな感じ。ゴリマッチョはないかな。うん、でも、こう、ムチっとしてた方が、こう、しっかり守ってくれそう。あー、確かに。なるほどね。それでも筋肉ないと。そう、細い人ちょっと無理かもしれない。大丈夫だよ。世の男の人で、女の子おんぶできない人なんてほぼいねえから。大丈夫、そこはできるから。絶対に。うん、相当なもやしっこじゃない限り大丈夫、そこは大丈夫だと思うから安心してもらって。え、森田さんは外見と内面？俺はもう内面はもうずっと言ってるんだけど、もう優しい人だけですね。うん、ですね。外見はね、前を外見も言ってるんだけど、多分ね、言ってるんだけどね、あやっぱん、おー、あとあやっぱさん、と、あとね、最近ね、あの可愛いなって思うのは吉岡里帆さん。あー、同じ系統でしょ。そんな感じなんですよ。はい、そんな感じなんですよ。ちょっとお姉さんっぽい。そうですね、ちょっとね、かわいい、年
年が年だからね、俺。だから、ある程度だから、すごいはっちゃけてる子よりかは、ちょっと落ち着いてる子の方がいいかなっていう。あー、なるほど。知りたかった、俺の情報。それは知りたかったね。そんなにターくんターくん言われてるね、はい。そうね、はい、コメントも紹介していきましょうかね。はい、はい、ね、はい、そうですね、はい、さすがターク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 タイプ聞いた。そうなんですよ、最近ね、はい、そうですね、 私ゴリッゴリよって書いてるよ、タツコさんね、はい、おんぶしてくれるかなしてくれるんじゃないあー、わかりません、はい、おんぶしてですね、ふむふむ、はい、なるほどってね、みんなメモしてやるよ、ね、はい、芸人さんって手が長い、手が早いって聞くよね。そうなんですよね。手が早い人は多いですよね。でもちゃんと結婚されてる人とかは本当にこう、そうだね、すごくいい、うん、あのお嫁さんにも紹介してくれたりとか、そうね、すごくいい人も多い、多いね、まあ、手が早い人もいるけどゆるゆる、本当にあのね、あのなんだろう、若手に多いね若手に多いね、うん、そう、ちょっとやっぱり芸歴長かったり、そう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 、年が行ってる人の方があのそういう手とか出さない、そう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 、だからケンコバさんが人気のある理由なんですよ。わかります、あの落ち着きがあるじゃないですか。だから女の子はやっぱね、あとはあのイケボじゃないですか、うん、ね、だからイケボいいですね、彼女が来たらしいですよ、うん、ケンコバさんね、ケンコバさんって多分してくれたら柔らかそうです、そうね、乗り心地良さそう。でもデブは嫌なんでしょ、筋肉であってほしいんだよね。だから中にはさ、ほらのプーさんみたいなやつ、そこに筋肉もちゃんと入ってたらそれはそれでいいか。あ、そうなんだ、お腹の上で寝れるんだったらいいかトトロですか、トトロを求めているのかな確かにトトロだったらいいね、トトロだったらいいかもいいかも。私でも結構人のお腹触るのすごい好きで。あ、本当ですか、お腹フェッチではない、お腹フェッチじゃん、どうなんだろう、多分なんかそう、プニプニがいい、プニプニがいいんだと思う。あ、なるほど、多分 OK だと思います。それこそね、みやびちゃんとかはあるじゃんね、あのクッション好きだからさ、そういうそういうなんかクッションぐらいのあの柔らかさの男性とかどうなの？そっか、うん、いや触ってみて寝てみないとわかんないですけど、あの寝心地を確認して OK だったら、寝れれば OK、うん、抱き枕のように使う枕にさせてる。でもどうなんだ、男の人ってそういうの嫌がるんですか、ね、いや別に大丈夫なんじゃない、それよりでも男の人はここに連れてきたいとは思うけどね、多分ね、それはあると思うけどね、うん、なんかいいですねクリスマス近いからそういう、ね、そういう話題になってもおかしくないよね、似、ね、た話が嬉しいね、ほんと、あ、ポポが連れていくと思う、ほんとにポポダメだよ、あのポメラニアンって結構外れるんですそうなんだ、ポメラニアンなんだ、ポメラニアンとトイプードル飼ってるんですけど、2人とも興奮しすぎると足外れるから私自分ではめるんだからね、大変だから、ルルもそうなる時あるの、ルルもたまにあります、ね、そうなんだ、結構おとなしいイメージだけどね、1歳の時は結構、あー、うん、男の子はね、どうしてもね、そう、ちゃちゃちゃ走り回るからね、あの俺もだからヨーキー飼ってた時は、その実家で飼ってた時はもう男の子だったから、もうとにかく走り回ってたよね、帰ってくればとにかくここら辺に飛び跳ねてくる、いやー遊んで遊んでってくるよね、それがまた可愛いんですよね、そうね、本当にね、マジね、幸せの瞬間ですよね、そうですね無理かって言いますねポコですねルル、ポコ、ペテかって書いてあるよ、もう一人、もう一人なんかさ、ペレみたいなね、大型犬だと引っ張れるだろうけど、思いっきり口で引っ張られるかなとかからなとかだけどね、そうね、こういうことね、ゴールデンレトリバー飼ってた時はね、大きいけどなんだろうな、落ち着くんだよね、あの子、落ち着く、あの子たちね、こうやってやってるとすごいの、それこそ寝心地がいい、そうそう、本当にそう、自分の時も飼ったことあるから、うん、穏やかな顔してるから、そうですね、すごい癒されるほら、あの、タツコさんからすごいよ、みーちゃんなら片腕で OK、本当ですか、ね、できますよ、やったじゃあ、みーちゃん片腕に乗せて、私こっちでぶら下がる、そうそうそうね、いいね、本当に、うん、ね、なんか天秤みたいになっちゃうけどね楽しそう、はい、タークも優しそう、あのチェックのその通りでございますね、ずっと言ってるんだけどね、タツコさんすごいって言ってるね、女性に持てない分、荷物は持てないとずこって書いてありますね、そうですねって書いてあります、荷物持ってもらうのはいいな、
あで、それって普通じゃないの？わかんない。どうなんだろう。俺、何も言わずに持つけど。すごい。え、持ってくれ。いや、でもほら、当たり前のことができない人がいる。だから、その、それを嫌がる人もいるじゃない。だから、ハンドバッグとかは聞くけど、だから荷物とか買い物とかしたやつをだったら、俺別に普通に置いてたらすって持って行っちゃう。え、いいですか。それはやる。荷物は持ってほしいかも。なんかハンドバッグは自分で持ってないけど。そう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 、ハンドバッグ自分で持って、荷物持ってもらって、おんぶしてもらう。男の人大変だな、それ。だいいと、楽しそう。楽しそう。秘宝、タツコは52歳のおっさんなので除外してくださいって書いてある。ないっていう。え、年齢どれぐらい OK とかあります？多分の年超えなかったら OK です。あー、私も。ちょっと待って、あのキティの方、パパの年齢はおいくつですか？55です。55。うちも60だと思う。あ、うちも51、2かな。あ、じゃあいいのね。40とかでもいけるってことね。うん、全然いけます。あ、ほんと？そうなんだ。うん、俺、さあ、本当にな、なんか30超えてからぐらいからかな。本当にね、なんかね、なんだろう。なんかね、おっさん化がね、すげえのよ。おお、なんかね。僕35で6になります。あ、6になりました。見えないから6になりました。けど、あのね、家とかだと髪ボッサボサなんだよ。基本的にだし、あのね、なんだろうね、朝起きたりとかしてパッて起きてあくびとかするじゃん。で、匂いとか嗅ぐじゃん。あれ、親父来たっていう時はたまにあるんです。カレー臭ってやつですか？そうですね。だから、あの、臭、俺的には臭くないんだけど、女の子にとってはどうかもわかんないけど、俺的には臭くないんだけど、だから昔の往年の親父の匂いがする。俺、親父ってその親父ってその親父じゃなくて、あの、本当の親父の匂いがすることがある。あ、ちょっと枕の匂い嗅いでみたい。やめて、怖い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 。絶対臭いって言われちゃうもん。絶対臭いって言われちゃうもんね、本当に。みちみさんが来るとき枕、ちょっと嫌です。なんで俺枕持ってこなあかんねん。私だったらちょっと枕の匂い嗅いで、あの、全部レビューします。何その枕パーティーみたいな。順番に変えてって一番いい枕を選んでもらうみたいな。私、匂いで、あの、人を分けら、あの、分かりますからね。この人の匂いはこの匂いだみたいな。なるほどね。え、香水とかつけてってもってこと？香水とかつけてると、その香水と体臭が混じるので、体臭の違いが分かります。へぇ、すげえ、そうなんだ。昔こう、あの、会社とかでみんなユニフォームをバンって脱ぎ捨てるんですよ。うんうん、で、態度が分かんなくて全部匂いでくれました、くれました、あの人。すごいね。それすごいね。気持ち悪いって言われました。犬じゃん、犬。え、可愛い女の子がユニフォーム嗅いでるって、ちょっと燃えません？確かにね、それはね、うん、それはそうかもしれない。燃える。はい、ということですね、そう、いつまでもやってられないですね。はい、もう46分なのでね、はい、もう15分くらい過ぎているので、そうそうですね、はい、告知の方をね、していこうと思いまーす。じゃあ、ここからぶちこなーということで、じゃあ、今度はこちらに向けて、こちらに撮って、チュン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 。はい、鉄道グラドル、小島みつみです。はい、映画撮った、これ、顔映しといた方がいいかな。ここが明るいね。はい、ツイッターやってますので、ぜひ、フォローしてください。明日23日は私が所属してますアイドキュレーションの、ライブが、ありますのでね、ぜひ皆様恵比寿と秋葉原で、ね、秋葉原フリーライブだからね、皆さん見に来てくださいね。そして、11月26日は、渋谷にあります VR 人狼渋谷にて、私がルールなど監修した鉄道人狼の、イベントもありますので、ね、ぜひ人狼ゲームが好きな方、鉄道が好きな方、そしてね、私の VR 映像でガウガウ襲われたい方もぜひ遊びに来てください。詳しくはツイッターで見に来てねー。はい、お願いいたします。人狼ですか？人狼ですか？大好きですよ。あー、ぜひ今年にやりましょう。やったことない。マジか。面白い。あれね、人間節になるよ。やってみたい。楽しそう。ガウガウされたい。こっちか。はい、あ、私が映ってたの？あ、こうですね。そうですね、はい、はい。
普段シンガーやってますキョロこと伊藤舞です。明日、阿佐ヶ谷ドラムさんにて年内最後の主催ライブがあります。昼夜どっちもやってて昼の部と夜の部分かれてるんですけど、どちらも1800円プラスワンドリンクで入れますんで、よかったら遊びに来てください。それとあのミヤビンと一緒にやってる下北 FM のオフ会、オフ会ミヤビンどっちだ、こっちに置ければいいですか、はい。下北 FM のナイトスクールという番組のオフ会が12月21日にありますので、そうなんです、はい、未来館対名、対名、はい、ぜひ遊びに来てください。詳細はこれからツイッターで追って出ると思うんでチェックしてください。わちゃわちゃしましょう、来てください、お願いします。ということですね、はい、ありがとうございます。みんなちゃん、はい、もう一回ありがとうございます。はい、食いしん坊グラドルの木持みよみです。今日見てくださってありがとうございました。普段は食いしん坊グラドルとして撮影会に出て、最近あの今月から大阪、名古屋でも撮影会を行くようになりまして、また来年からも出させていただけるんですが、大阪、名古屋、東京で撮影会をしてます。そしてあとね、MC やったりラジオ出たりいろいろやってるんですが、明日ね撮影会があるんですけど、一枠だけ空きがあるのでぜひぜひチェックしてください。そして24日はお笑いライブのゲスト MC に出演します。トーク番組、トークもあって、600円でお笑い見放題、トークも聞き放題です。ぜひぜひね、中野芸能小劇場に遊びに来てください。夜の7時からです。詳しくはね、今日ツイッターに全部載せますので、はい、ぜひぜひツイッターとインスタチェックしてください。杉松みやびでした。ありがとうございました。ありがとうございます。あれそれだけでいいの？12月9日はやらなくていいのかな？あ、そうだ、ありがとうございます。12月の9日に忘年会やります。王将で餃子食べ放題。そう、食べ放題、飲み放題で5000円、みーちゃんの特典もつきます。ぜひぜひ、その、予約も Twitter の DM か公式 LINE まで募集してるので、ぜひぜひお早めのご予約をお待ちしております。はい、ありがとうございました。まあ、すみちゃんですね。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ね、お正月行きます。行きます。食べ放題行きたい。そう、餃子食べ放題なんです。はい、ということですね。クルーズデビーですね。こんな感じでいろいろやってます。今日ね、美人さん多かったし、たまに面白いやつが来たりとかするんですけど、この間ね、元来たんですけど、すげー人気が出てびっくりしたんですけどね。はいね、こんな感じでね、ゆるい感じでやってます。クルーズ TV の方ですね、こちらフォローしていただけるとですね、誰が来るかっていうのがね、その日分かったりとかするのでね、よろしくお願いします。あと、観覧無料ですね。観覧無料なので、ぜひ来ていただければですね、出演者の方に会えたりとかしますので、ぜひぜひ、はい、お越しくださって、皆さんね、わちゃわちゃしましょう。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、僕は森田武尊と言います。普段俳優やってます。武尊アンダーバー森田っていう名前でツイッターやってますので、こちらの方でフォローしていただければ、いろんなね情報が出てくる。僕がね何をやってるか普段とかね、そういうのね書いてとかするので、ね、ぜひぜひね遊びに来てください。よろしくお願いいたします。ありがたいことに映像の仕事とかが増えてきてね、今11月だから、そっか、今ね、家政婦は見たの方ね、すごい、テレビ埼玉の方でやってるので、そちらの方でね見ていただければ、一応やってますね。毎回いますです。AKB と SKE に挟まれてますけど、刺さないでください。よろしくお願いいたします。はい、あとですね、これは2019年1月8日、ですね、にダブルエクスタシーっていうね、V シネマに出てますね。クリスマスカッツ。知ってる、大好きです。あれの、5代目リーダーの市川まさみさんが主人公です。はい、まあそんな感じでですね、やってますので、僕濡れ場とかもねやってるのでね、はいね、楽しんでいただければと思います。はいね、こんな感じです。本当にぜひぜひ応援いただければと思います。よろしくお願いします。何かいいなかな。はい、そんな感じでやってます。よろしくお願いいたします。じゃあ最後にコメントの方読もうかな。はい、コメントたくさんありがとうございました。たくさんありがとうございます。はい、ありがとうございます。いっぱい来てますね。はい、ワンちゃんは暖かいし冬はいいよね。そうなんですよ、暖かいね。本当にそれは思う。暖房いらずね、本当にね。つけてるけどつけてんのかい。はい、一緒に買い物して女性に持たせたことない。かっこいい、ダンコさん。かっこいい。ね、ダンコはお姉様のしつけがいいのね。どうなのかな。はい、ダンコね、荷物持ちに来てから、今から、ね。何ここで待ってるって。待ってる。ああ、チェキ君は
男性なので行きません。はい、私はチャーリーって言ってますね、タツコさん。はい、そうですね。チェキさん、今からどこに向かうのって書いてますね。これなんかもう、なんかそこで会話がね、成立してしまっている。はい、それは仕方ないのよ、年齢にはかなわないからね。そうなんです、すみませんね。はい、年齢とかは大丈夫だけど、みーちゃんをおんぶできる体力ないから無理だってきてるよ。なんでよ。タオさんですね。はい、幕張になってます、今バスですって言っちゃったんですね。はい、犬かってね。はい、わちゃわちゃしたいって言ってますよ。わちゃわちゃしようよ。はい、わちゃわちゃって言ってます。わちゃわちゃ待ってます。イエーイ、みーちゃんって来てる。チェキさんね、チェキさんこの後もお気をつけって言ってますね。森さんアシストうまいってね。そうですね、忘れてたからね。はい、札幌でみーちゃん忘年会やろうぜって言ってますよ。札幌ではやらないからこっちに来て。観覧楽しいですよ、また行きますって言ってますね。はい、私は観覧したい、乱入したぞっていう達子さんね。はい、V シネマ森田さん役座役、刑事役です。はい、悪い刑事役です。悪くはないですよ。なんなら結構美味しい役ですよ、僕は。はい、達子さんありがとうございます。今日ちゃんも次はもっと喋ってねって言ってますよ。終わっちゃったんですよ。そうね、いい感じに。ごめんね、もっとね、振ってあげればよかったね。俺が悪いんです、それは。なんかもっとちょこちょこ面白いところあったんで、それ頭がよく。でも初めての人ってそうなるんだよ。知ってるんだよ、みなみちゃんもあんまり喋れなかったの、最初。そうね、借りてきた猫みたいな。そうだったね、ちゃんと猫耳つけてたしね。最近もちょっとつけてなくて。あ、そうか、気をつけてない。そうなんです、あ、生やしてなくて。はい、そうですね。はい、ということですね、そろそろですね、クルーズ TV の時間終了の時間となりました。皆さん、言い残したことはないですか？一言ずつ、感想を。はい、どうでしたか？あ、今日すごい楽しかったです。ありがとうございました。はい、ぜひまた遊びに来ていただければと思います。いろんな商品ごとみたいな。そうですね。いろんな商品ごとですか、ね、すごい、本当に商品の説明とか上手でびっくりした。ありがたいね、僕としてはね。はい、ね、ぜひまたまた遊びに行きたいなと思います。ぜひ遊びに来てくださいね。よろしくお願いいたします。ギャロちゃん、はい、思ってたよりもあのセリフのやつが面白かった。あれをなんか聞いてるのはいいなって思って。あ、でしょ。あのね、これね、やってる方恥ずかしいんだけど、やられてる方って結構ね、やられてる方恥ずかしいんだけど、やってる方って結構楽しかったりするんだよね。そう、見てて、もうあの後に崩れるのが面白い。それはすごい、私も S なんで分かります。S の素養があるからね。そういうことなんですね。思ってたより面白いなと思いました。本当に、ね、ぜひね、また遊びに来ていただければと思います。はい、みやみちゃんはどうですか？もうね、結構長いことをやってるしね、アシスタントね。でもやっぱセリフがならない。でも今日本当にね、あの最後のヤフキの最後はすごいと思った。リアルに俺はね、役者としてマジですごいと思った。はい、俺でもできないからね、あれがついあんなにバーってなるとね。本当にね、もう呼び慣れてるのかな、やっぱりね。いや、森田さんは噛むからなんでや。はい、ということですね、フルステップこのぐらいでね、最後にさせていただこうと思います。次回はですね、日曜日ですね、25日の、7時から8時半ぐらい、9時ぐらいかなぐらいでやってますのでね、またこんな感じで楽しい感じでやれればと思ってます。ぜひね、見に来ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。では皆さん、次回会いましょう。バイバイ、またね。ありがとうございます。明日ね。また。